をやっていこうということで発足したわけであります。それに基づいて2月20日に第1回の会合に出させていただいて、150人の皆さんと、はい、衆議院議員第一議員会館のですね、会合の趣旨が院内集会ですね、日本の政治の行方を考える市民と国会議員の勉強会会場、もう辻恵さんの挨拶始まってますけど、西岡さんです。このまま安倍政権の暴走を許さないために会場いっぱいですね。何をすべきかということがみんなに問われている、議員の皆さんにも問われているし、運動されている方々、市民の方々、本当に心を痛めておられる方々を含めて、みんなで何を一緒になすべきなのかという方向性をとにかく生み出していかなきゃいけないということで、今日はそのために、率直ないろんな議論をですね、質疑応答を含めて、問題提起者の皆さんに対する質問や議員の皆さんに対する質問も出していただいて、次を準備していくために何をするのかということで、この会合を本当に実りあるものにしていきたいなというふうに思っています。で、私は一応レジュメを出させていただきましたけども、安倍政権は実は脆弱だと、2009年の民主党政権が退場した時の自民党1880万票取ってたのに、去年は1776万、100万票減らしてるのに、300議席を取ってるというような状況であります。首長選挙ではことごとく負けてるし、基本的な政策についても半分以上は憲法改正も TPP も原発も辺野古も全部反対の方が多いのに存続をしている。世界からは本当に歴史修正主義ということで孤立してるわけですね。なぜかというと、それに対抗するみんなの力を集めるそういう政治政党政治勢力がないからなんだ。それをどう作るのかということが、本当に問われていることだろう。で、やっぱり草の根 の、 戦いが極めて重要ですけども、しかし選挙で勝つためには議会内の議員の方々と、そして、今ある政党でいいのかどうかともかくとして、やっぱり政党要件を備えた政党と議会外のいろんな国民の戦いが結びついた、そういううねりとなるようなものを作り出さなきゃいけない。そのために何をすべきなのかということで、いろいろ議論を重ねてきました。一言で言うと、なかなか難しいというのが、皆さんと議員の皆さん方ともいろいろこの間話してきましたけども、やっぱり議員の立場からすると今の野党共闘で、やっていく中から何かを生み出そうというふうに考えておられるし、で、私たちから見ると今の野党共闘で軸になっているのは何なのかと、本当に期待を応えられるような受け皿としてそういう芽が育っているのかということは疑問に思うわけですから、その辺を本当にみんなで試行錯誤しながら、時間はもうあまりないんですね。来年の7月に向けて年内にも形を作りたいというふうに思ってますから、それに向けた忌憚のない意見交換をしたいというふうに思います。で、この会は衆議院の議員会館内を借りるためには勉強会と、で、政治的に中立でなければいけないということですので、このような名前にしておりますけども、今の本当に危険な政治を変えるために、どう行動するのかという戦う、そういう政治体を作っていくための会合だというふうに、ご理解いただきたいと思います。この会合を私は行動する組織団体として今日を第一歩に、秋に向けてですね、具体的に、行動していけるようなそういう団体として生み出していきたいというふうに思っております。例えば現地での本当に学習交流会、経験交流会という形で、私たちのこのグループを今日作って、辺野古に、やっぱり経験交流学習に行く、仙台の原発の現場にも行く、福島にも行く、そういう TPP で頑張っておられる北海道にも行く、そういうような行動する行動体として私たちが走りながらいろんな人との協力関係をどん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 広げていって、それが国会内議会内の議会政党にもその息吹を反映させて、ある意味取り込んで共に戦う新しい受け皿を作っていけるようにしたいなというふうに思います。96年に、やっぱり民主党ができた時に50議席を取った、
新しい政党で取った、それが自民党と当時は新進党だったわけですけども、新しい目としてその後15年で政権交代に至った。やっぱりそういうそのダイナミズムを今後10年以内に3回の総選挙と2回の参議院選挙を通して作り出せるような、そういう展望を持った方向性をぜひ皆さんと共に作り出していきたいなというふうに思います。どうぞ活発なご議論をよろしくお願いします。ありがとうございました。もうさっきから喋っておりますけど、今日司会をさせていただきます小沢でございます。よろしくお願いいたします。今日偉い人が来てて、何をと話していただこうかと思っておりますが、これも難しいタイトルをつけたのは適当に皆さんがなさったんじゃないかと思うので、これからお話をいただきます。時間をそんなに長く取らないでいただいて、後で質疑応答というようなことを含めて一緒に議論をしていく形を取れたらいいなというふうに思っております。森田実さんがお忙しくて、時間があまりたくさんないというふうにおっしゃっております。お忙しい中ありがとうございます。まず最初に森田さん、砂縄って聞いて私も興奮したんですけども、森田さんが一番血気盛んな頃ではないでしょうか。ぜひ今日はその当時の調子でお話をいただけたらと思います。あじってください。よろしくどうぞ。小沢さんは砂川で一緒にやった同志だと思っています。砂川は1955年昭和30年に基地拡張ということでアメリカがやったんですが、あの頃はアメリカはもう日本のあらゆるところでですね、勝手なことをやってましたね。そこでその地元の反対運動が起きまして、それを社会党と総長がバックアップするというんでやったんですけども、当時の社会党総長はできる限り穏やかに政府と話し合いで決着をしたいという考え方が強くて、警察機動隊が大量に動員された時にはやってなかったんですね。現地にいなかった。そのために現地の人たちが直接そのごぼう抜きに会いましてね、主婦の人たちや独身の女性の方たちも多かったんですよ。なんか乙女の会の団体だったと思うんですけどね、そういう人たちがごぼう抜きに会ってですね、かなり悲惨な思いをしたということで、その中心にいました青木一五郎さんという、地主ですよね、ほとんど多くの特許はアメリカに取られた地主です。この人は砂川反対同盟の中心です。町長の宮崎さんも相当の覚悟でやってましたが、シンボルは青木一五郎さんでしたね。土地に杭は打たれても心に杭は打たれないと、この名文句をですね、入った人ですが、それとその人をですね、バックアップしていたのが、当時進歩的文化人の代表で、基地反対運動で全国を飛び回って、やってた清水の太郎さん、この人が、基地反対運動の先頭になりました。それから、高野稔っていうですね、総評の事務局長になってまして、1950年に総評が参政し始めてからそのリーダーとして5年間になりました。その後裏が出てきましたね、太田岩井ラインに負けて、事務局長が岩井に変わるんですけど、これは55年の総評の闘争ですが、総評の闘争をですね、こんなことで彼らはやってましたので、私は東大の共産党最後の責任者だったんですが、58年の除名されるんですけど、200人ぐらいいましたね。ですが、6年以上でもってフラフラになりますね。会議やってたのも3分の1集まればいいところっていうのがほとんど2年ぶりですね。連絡での本部もですね、全く空になりましたね。学生運動はもう事実上もない。共産党が全域支配した当時の学生運動やってましたから、共産党が潰れてしまえばダメですよね。もう6年以上でカタカタになりましたからね。そんなことでですね、学生運動も何もできない。ですから55年の時には
全部は参加してないんですよ、知らない。ですので、チェジェンというのは誤解するものでありまして、全学園が極左だから、混ぜられなかったんだというように書かれてましたんですが、極左であろうなかろうと腰向けになっちゃった運動を断念して、で、まあ、そんなことで、まあ、直させてたというんで、まあ、同じ学年に一番資料を書きましたので、ご覧になってみたんですが、私と同じ理解一輪の出身で、まあ、仲良かったんですけど、それから1年間で高山県に、後に学習院の人になってまして、まあ、この3人で、なんとかそれで言って、原田学園本部を立て直したところへ、西岡さん、西岡さん、これで2人分出して、もう1回で来いと。高校その私が、まあ、大衆運動のベテランであるか、知ってた。何しろ箱ほどですから、先頭に立って、そこで出たとかね、そういうことで、まあ、これまでの大衆運動の常に、まあ、先頭に立ってやってきたというのを知ってまして、できたらね、高田稔さんも青木一郎さんもいまして、今度は惨めな思いをしたから、学生さんに来てくれた、俺たちの立ち上がり、清水太郎って言ったらすごい人でしたよ。もうあの人に耳元でですね、俺たち立ち上がれって言えば、もう拒否できないんです。まあ、私は最近、辻さんに説得されて、辻さんの公務になって、これ出てきたんですけどね、まあ、辻さんに勝るとも怒らない大発見で、でしたね、高野緑もすごいですよ。確か高野武君っていうのが、まあ、あの息子かなんかで高いとかね。今年ともすごい、青木一郎もすごいですよ、一言しか言わないんですけれどもね、まあ、結局やりましょうということでやることになったんですが、すべて何もできないわけですから、まあしょうがないですね。同じ、この学生運動やったのは、新聞の読者の社会部に入ってましてね、社会部に下がりに来るとかいうような話で、全学連本部にも来てですね、森田やれと。まあ、半号とかですね、小選挙区とか、自分戦った連中とですね、まあ、そこで交流しましてね、で君らは協力するわ、協力すると、新聞農連も協力すると、だからそこは今と違うところですよ。今はもう新聞が不抜けになってですね、権力の続きになったわけですから、当然は多いに違いますね。で、私にですね、もっと2人とも見たら、3年に増援するということを話せると。まあ、私もですね、その責任なことはできませんのでね、で当時私は連絡連職長裁判の責任者ですから、ですから共産党第一者のもとでですね、私は平野中心なんですよ。工学部ですから、まあ、委員長は取らないんですね。ストライキ入れられる学部ですから、経済学部と文学部なんですよ、委員長になるのはね。まあ、島も中心でしたが、医学部でしたからね、そんなことで我々は脇役になるんですけれども、しかし、裏の総組織の方では、そういう地位でしたから、まあ、自分で決めることができたという立場にあったわけですけれども、まあ、そこでですね、やろうじゃないかというんで、まあ、やることにしたんですが、その3000人動員声明というのはですね、私は東京および関東地方だけで動員できるとは思わなかったんですよ。渋いのしてくれと。で、乗せればですね、九州からも北海道からも出てくるから。それで多くの人が出てきてくれたんですね。で、その中で北海道から出てきたのが、後60年の英雄になった籠池健太郎ですよ。あれまだ1年ですよね。私は5年か6年だったんですけどね。まあ、そんなことで全国からも集まりましてね、だん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 盛り上がりまして、最後の時にはもう優に3000人は超えました。労働組合の方もそれに支援されましてね、今度は戦って5000人ぐらい動員したんじゃないですかね。で、私はもうその頃は社会党本部もフリーパスですよ。鈴木茂三郎、佐久間英次郎、江田三郎、みんな自由に会えばみんな僕を知ってるわけです。共産党の本部だってフリーパスですよ。山手県であってですね、まあ、全部喧嘩やりましたけどね。それでもリンゴ社を持って応援に来ましたからね、あの山手県知事が。かわいいことをやるんですよ、時には。まあ、ともかくですね、そんなことで。まあ、結局ですね、私どもが取ったのは、警官に流れようと、徹底的に疲れようと、血だらけになろうと、ただ、
生涯ですね、傷を負わないように、腹にはわらを巻いておいてくれと。で、まあ、農家の人たちはみんな出してくれましたんでね、腹を疲れた時に内臓が腫れするとまずいからと、それは守りました。それから頭が殴られた時に鉢巻きしてたりなんかした方がない、唾液が少ないからですね、まあ、そういうことにしようとして、怪我人は800人ぐらい出ましたですけれども、致命傷は出なかったですね。まあ、ただただ殴られることをですね、新聞社の職員、写真撮れよと、テレビもありましたからテレビの職員撮れよと、当時は映画が主流でしたから映画の撮影に来てるんですよ、それを。でそれを国民に示すことでね、いかに権力が残酷なことをやるか、めちゃくちゃなことをやるかということを示すことでひっくり返そう。で実は運動を始めた頃はですね、その清水太郎、高野によるその青木一郎が説得力に来た頃は、動員できるのは私と島と遠山県に3人ぐらいですからね。ですからそれをですね、まあ、学校と泊まって一人一人説得して、まあ、3000人ぐらい説得しましたよ。でその時の説得の理屈はこうでした。私自身は中学の時に戦争がありましてね、憲法というのはほとんど頭に入っていました。それから外側宣言というのは重要な宣言でね、ほとんど頭の中に入ってました、まあ、暗唱してましたね。でその破防法反対運動から運動に入ったんですけども、翌年ですね、やっぱり憲法というものを定着させないとダメだと言うんで、まあ、私は東大にいましたから、東大の教授、助教授、講師、渡辺陽三とかですね、ああいう人たちまだ講師ぐらいでしたよ、その場で大ボスになった、まあ、そういう人たちを説得しましてね、講師の指教運動で、そこでやはり憲法ですね、三大憲法が始まって、東北憲法でやると、私自身も自分 の教授の意図でありましたよ、まあ、そんなことでですね、憲法を中心にしてましたものですから、まあ、日米安保条約に基づいて行政協定を作り、行政協定に基づいて基地拡張をやると、そのいろんな法律を作ってやるということで、まあ、やってきたんですけれども、日米安保条約そのものがですね、憲法ができてから、ね、作られたんですけれども、これが違法に作られたんですね。全権団をですね、サンフランシスコに送るときに、吉田が、臨時国会議員に全権を編成するんですよ。それが51年の8月ですよ。その時に野党議員から、憲法の日程安保条約についての話が出てるけれども、中身を説明しろと説明したのか、吉田が、確か知らないって答えてたんですよね。で、それでサンフランシスコに行って、すぐに、教員とかで、そうだ、教官に、サンフランシスコ法案条約に提出した直後にですね、アメリカの軍事政府になって、日米安保条約に調印してたんです。全く違法に作られて、で、できちゃったら、マスコミをうまく取っておいて、サンフランシスコ二条約という形にしてですね、なんて批准していたんですね。だから、これが絶対ダメなんですね。やはり、憲法違反だ。まあ、これで私は、もう、下側のですね、当選やったんですよ。で、3年間の人たちは、もう、マルチ憲法国に、その、マスミスが、いろいろ、そのものが動くんだというんで、まあ、やったんですが、まさかそれがですね、59年3月の30日に、伊達裁判所によって第一審判決で、その通りの判決が出るとは思ってませんでしたよ。つまり私がいろいろ言っても、まだ将来もですね、多分将来しか力がなくてあれですからね、私はずっと言ってたわけです。まあ、それがあるんですが、でそれをひっくり返すためにやったのが田中法太郎で、すでにアメリカの国民で明らかのようにひどいことをやったわけでしょ。マッカーサーとかがこれやったり、藤山愛子とかがやったり、全部情報公式で、そして、12月の16日ですね、最高裁判決。このデタラメ判決をもって、主観的自衛権が合意化されたりとか、合意化できるんだというのが、公務なんでしょ、まあ、どうしようもないやと思うんですね、公務な嘘なんですけど、何も知らないですよね。主観的自衛権なんて概念は、まるっきり意識の中になかった時代ですからね、そんなのは。まあ、ともかくですね、とんでもないことになって、まあ、私がその申し上げたいのは、
我々がいろんな運動をやってきまして、私は60年まで運動家として生きてましたけれども、まあ、軽食を持って、ね、勝ちましたけれども、始めた時は勝てるとは思わなかったですよね。力なんて絶対違うんですか。そこで、まあ、労働組合とも協力しましてね、国会でもやって、国会を埋め尽くして、夜入らない。国会から引き上げない。お座り込んだら、このままずっとやる。いうんでやってるうちにですね、自民党から同伴がボンボン出ましてね、30数人出たんですよ、これやめろって。で、決定的だったのは参議院が動かなかったんですよ。で、それは新聞記事もならなかったんですが、それで経済、経商法は廃案になったんですよ。だから国会でですね、政府が勝負をかけて、負けばっかり言ったわけじゃない、国が勝った。で、その時の私が言えるのは、国会を何週間も埋め尽くしてやったということと、自民党内に同伴者が出たということと、野党が一心乱れず戦ったと、当時は野党の社会党だけですけどね、そういうことがあったと思います。それから安保の時にはですね、まあ、率直に盛り上がる前に、その5月19日、強行採決で衆議院を通過したんですね。で、条約というのは衆議院採決で通過すれば、あと30日間経てばですね、自然成立するわけです。ですから5月の19日に実は日米安保条約はやられちゃったんです。ですが、まあ、私の向こう中に、他の人もそう考えてますがね、こうだったらもう極悪非道の岸の首を取ろう、岸田君は後しろ、いかなる方法をことやっても、もちろん非合法な報道は、報道はなけになりますからね、合法の報道で歴史を倒そう。で、これはみんなやったんじゃないですか。伊藤さんもだって、話があって乗り込んだわけです。あれ、連絡にも行ったんですけどね、安藤陣営が中心にやったんです。で、私は安藤陣営と戦い続けてね、ほとんど勝ったんですが、あの時はやられましたね。まあ、余計なこと言ってすみませんけどね。ともかくですね、岸が倒れてみると、あら、変わりましたよ、藤井さん、空気が。池田は、そうですね、ハト派の一人じゃなかったんですがね、まあ、大平はハト派だったんですが、寛容と人体で、経済国家として平和的に日本をやってくるんだということで、曲がりないにも中曽根が出てくる前の20年間ですね、日本はその方向に舵を取ったんです。確かに安保は負けましたよ、安保は負けましたけれども、政治の方向は変わったわけです。今度ですね、今の勢いからすれば、まあ、露骨に言って、まあ、皆さんは反対でしょうから、申し訳ないんですが、まあ、この安保法制というのは、もう安倍もですね、狂気になってますよ。候補なの顔なんか見ても、変わっちゃってますね。狂気的な顔になってますよね。だいたいそれでどんどん重ねつつあるんじゃないですか。で、昔は中選挙区でしたからね、同伴できたんですよ。代表同伴があったんです。次の選挙で無所属で出てもですね、当選すればその自民党になれた。ところが今は小選挙区ですからね、同伴できないんです。永遠に村上誠一をただ一人なんですよ。それでもですね、この頃私なんかの講演を聞きにですね、密かに来る自民党の議員の長さ、私は鳩原さん、3人も来る人もいるんですよ。報道で示してもらいたいと思います。ともかく、その同伴者がですね、連続に選挙運動を、選挙対象になっちゃってるんですね。まあ、それからですね、野党が台湾ですよ、発言ですね。そして今やもう、その野党の裏切り競争、ちょっと言い過ぎですかね。本当にやはり引っ込んだりとかし、本人でね、今度の労働者派遣法の問題から始まって、ガタガタにされてくる恐れがあるんですよ。それから、まあ、自民党の中はいろんな報道がありますけれどもね、ここはもう早めにもうやっちまおうという感じじゃないでしょうかね。まあ、新聞は24日の会期末までには通せないだろうというように言ってますが、まあ、私はね、臭いと思ってますね。24日にやってるんじゃないかと思いますよ、衆議院も。そして、60日間延長しておいて、あとは参議院連絡連絡構わないよと、60日間、憲法59条ですよ、60日間参議
前の時には参議院が否決されたものとして認めてですね、そして中堅の3分の1で決めちゃうということでやっている方向にもう内部は動き始めてるんじゃないでしょうか。8月上旬までの会期というようなことで私が会見で今の国会の場合には2度とも延長できませんからね、特別国会と臨時国会は2度延長できますけども、だから私は8月でまだやるんじゃないか。ただまあ安倍首相が8月15日の歴史談話の問題があるから、その後国会が開かれてるのは嫌だったわけですね。まあその前に決着してもらいたいという気持ちのようですけれども、ともかくこの辺は大きな勝負になると思いますね。ただ私はですね、運動というのは永遠だと思うんですよ。ですから安保の時も条約は通ったけれども、秘書は倒すと、そして軍事路線はですね、徹底的に排除したということでですね、まあ、やったのは、その後の20年間の歴史を作ったと、まあ、映画の中はそれにあれだったんですけどね、まあ、それから、まあ、今度の言葉ですね、法案を作る必要があるんですよ。法案通ってしまいますとね、私は極端なことを言っているように聞こえるかもしれませんが、何者かがゴルフ会議に嫌われますと思いますよ。ここまであれしても、それだけはですね、監督でやるんだって言い続けてるわけですから、それやりますよ。アメリカの手を回すとですね、どうやるのかですね、やりますよね。そして日本単独で取りに行けと。みんなが静かにして、日本の自衛隊の顔を立ててですね、全部きれいにするまで静かになってるなんていう世界ではないでしょう。死より争いが好きな、戦いが好きな、そういう世界でしょう、今。残念ながらね。だから、そこでやれば、戦車が出る。わかりました。時間は。すみません。戦車が出る。戦車が出た時に、私はね、戦前の記憶も少しあるんですけどもね、いろんな人の話を聞きましたが、戦車が出るとね、理性なんか吹っ飛びますよ。何人も出ればですね、国民の理性は吹っ飛びます。そして、報復と怨念の発表に支配されてきます。一番面倒なのは、国民大衆が報復と怨念の主張になって、ナショナリズムの過激なね、相手国を連れて示せようとなったときは、もうね、9割方戦争になってますから、2000年の歴史を調べてみてもそうだと思います。そんなことでね、阻止しなきゃいけないんですけれども、これ今の状況というのは厳しいです。でその場合には、安倍をですね、国民から孤立させて。で、私はね、来年の参議院選挙には安倍は倒せると見れます。来年の参議院選挙には。安倍を倒すというのは、岸が倒れて池田路線になったというほどの変化を期待できるかどうかわかりませんよ。今の国会議員は大多数が極右ですからね。アメリカの手先ですから。ちょっと言い過ぎましたかね。アメリカの手先ですからね。アーミー政治が復活してきてね。この間テレビ出てきてこう言ったんですよ。日本政府は自衛隊がアメリカ軍を守るために命を懸けることを誓いました。言ったんですよ、NHK で7月28日に。はっきりしてきたと。これが今の状況ですからね、甘いことじゃないと思います。時間が超過したようなことで、私終わりますがね、どうぞ、戦いっていうのは、徹底的に戦い続ける。まあ、私も60年で運動家ではなくなったんですが、なぜなくなったかといえば、あらゆる運動隊から追い出されちゃってですね、誰も相手にしてくれなかったから追い出されちゃって、全く一人なんてできるのは、ジャーナリズムの中で活動するだけですからね。まあ、最近はジャーナリズムっていうのがなくなったんですが、60年以後はまだかなりできましたからね、それでやってきましたんですが、今、戦後の問題が問題になりましてね、感じるのは、やはり戦後15年の時代が、ここにもう一遍戻ってきた。我々は本当のもう一遍のですね、平和を守る戦いをしなきゃいけなかった。まあそういうように思います。まあ2年ぐらい前まで あの世に行く準備をしてですね、静かに寝てたんですけれども、辻弁護さんにですね、口説かれまして、あの世から舞い戻ってきました、ね。やるようにしました。
長いこと話してごめんなさい、小田さん、はい、すみませんでした、失礼しました。実はですね、次についてのがあるんですけど、先ほどお話したように森田さんは割と早めにこうお出にならなきゃならないので、後の方のも含めて、それから砂川がやっぱりお話してくださるのはこの方だけだと思うんで、あ、心に冬は打たれな、あ、そうだったなって今頃私も思ってたんですが、何かご質問があれば他の方も全部お話してから一人一人というふうに計画もありましたけど、森田さんぜひこれだけは伺いたいというようなことをお持ちの方がいらっしゃったら、何かどうぞ。記述が目についたんですが、ちょっとそこら辺はずっと踏み落ちなかったんですけども、どういうふうに考えられますか。まあ、私は法然と法支持母体は基本的に平和主義だと思ってます。で、公明党の今の執行部が私から見ると何をやったんだという感じはしないわけじゃないですか。しかし支持母体がですね、平和主義というものを権利でする限りは私は完全に、安倍と一緒にいるということはないと思っています。ですから引き戻さなきゃならない。いや、どういう形で引き戻すかというのはね、短期的には難しいですけど、支持母体の創価団体が平和主義であることは間違いないんじゃないでしょうか。そして途中まで行っちまうってことはないと思いますよ。今普通の世論調査でも支持者の世論調査では半分以上が安保法制に反対だと、賛成が3割ぐらいだということになってますね。これもっともっと差が出てくるんじゃないかと思いますよ。結局のところ、世論が解決するんだと思ってますが。はい、ありがとうございました。ちょっと聞きにくいお話でしたけどもね、よくわかります。それじゃ大丈夫ですか、お時間。あ、そうですか。いや、ちょっと待ってください。その前にお帰りになりたい。いいですか。じゃあどうぞ。はい、もうお一方ぐらいで時間どうぞ。マイクです。はいはい。井上と申します。先生のお話の中でですね、砂川判決についてアメリカから公文書が出たということも触れられていらっしゃったんですが、今安倍政権がやってる安保法制の根拠としてですね、砂川判決における問題というのが正当性があるということになってるんですけども、日本側の公文書を開示請求するとかその他諸々で砂川判決の正当性についてもっと攻撃していくことをやるべきではないかと思うんですが、どうしたらいいでしょうか。私はね、57年の米軍基地に入ったときに、戦闘団体入ったんですよ。で、青木一五郎さんや地主に聞いたら、やらないの途中を勝手にバラさんでね、アメリカの口にしちゃって、そして今になって卒業しているものですね、と言ってるのは納得できないと。で、森木さんね、やっぱり中に入って戦ってくれって言うんですよ。まあ、これは意義に欠くだということで、私は宣伝会に乗ってですね、戦闘になってバラ線もあれを鉄道もこう潰して中に入ったんですね。そして何百人かが中に入ったんです。で、私はその何百人に向かって2時間ぐらい演説を続けしたんですよ。そしたら向こうの方からですね、アメリカ兵が出てきてずっと銃を持って銃を構え始めたんですよ。で、やっぱり死人が出ちゃよくないんです。死人が出ちゃね、従ってそこで撤退しました。ただ後でですね、しましたら、私が演説やってる後ろの方から写真撮ったんで、私を見ている人たちが30人ぐらい犠牲になったんですよね。それで、まあ、これは後でその逮捕されたんですよ。その自宅を襲われてね。そして7、8人が起訴されたんですよ。で、その中心が土屋伝太郎ですけれども、これ戸隠と院長かなんかやってましたよね。で、彼らが中心にずっとやってましたね。これはもう請求開示から一生懸命やってます。もう外務省に通い、裁判も起こし、
これ一生懸命やってますが、時々はですね、1年に1回ぐらい新聞書いてくるんですけども、あんまり書いてきませんね。時々、まあ、2年に1回ぐらいテレビでどっか取り上げてくれるんですが、その程度です。ですから、ものすごく一生懸命に書いてある、ね、アメリカでは書いてたんだけども、日本では書いてたっていうのは何事だと言うんで、裁判にまで書いてやってるんですよ。で、そのために、もう自分の身をかけて一生懸命やってる弁護士さんもいるんですよ。ですが、まあ、一般国民に広くしかない以上ですね、まあ、広がっていかないんですけどね。ですが、彼ら死ぬまでやるって言いますから。杉原源太郎は今80ですよ。私より2つ下ですよ。それでもね、やると。もう執念になってやりますから。今日会場には来てませんからね、杉原君は。まあ、一生懸命やってるんですよ。まあ、そういうことでね、表には出てなくて、成果は上がってませんね。私も時々会合には出るようにしますが、どうぞご協力のほどお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。今の話ですけどね、本当にスマホのって言ったら、ラジオなんかでもやっててもスマホ判決って知らないんですね。それで自民党、伊達判決っていうのを知ってる人はいるんですけど、自民党がね、スマホ判決っていうのを伊達さんのことね、絡めちゃうみたいなごまかしをやってるんですよ。有名な判決って認めてるのかと。それは伊達判決といわゆる須賀政府が言うのとは別なんですね。あれは最高裁が一審を破棄して集団自衛権をは認めない、そこまでは言わないけど、自民党のじゃない米軍の駐留は認めると言って、それで人たちはいてくれるんだから、日本が管轄して軍隊を操ってるわけじゃないと、向こうの行為でいてくれるんだから思いやり予算も払っていてもらおうと。だけど日本はの自衛権はあるけども、それは集団自衛権じゃないっていう、そういう一審判決なんですよ。だからね、今の政府が言ってるのも間違いだと思うんですけど、ぜひね、その心に、なんて言うか、土地に心が打たれても、心が打たれても、心に釘が打たれないって、あれほど有名だったのを、私も今、ムッタさんに言われるまで忘れてました。だからこういうことはやっぱり、少し勉強なさって、ネットでね、検索すれば、伊達判決っていうのが出てきますから、それで今やってらっしゃる裁判やなんか応援とか、そうできたらやっぱりしたいですね。ということで、もちゃさん、短い時間なのでざーっとお話しくださいました。ありがとうございました。そんな私はちょっとなんとか出してやらなかったんですけど、いやー、森田実といえば昔は泣く子も黙って、もう大変な恐ろしい人でしたよ。どうもありがとうございます。それではね、ちょっとここでね、お国を、もっと拍手してください。お時間のない方がね、他にもいらっしゃるんでね、国会議員がちょこっと来てすぐ時間がないんだけどっていうのはずうずしいような気もしますが、でもせっかく来てくださったんだから、どうぞあそこ行って一言、今の時に何ができるかって野党共闘とか出ましたけど、5分以内でちょっとご自分たちが今しようとしていることを報告してください。それでも来てくださるだけありがたい。すいません、ちょっと本当に6時にはここを出ないといけないので、大変失礼をいたしますが、維新の党の葛飾明宏です。昨日、今日とニュースでたくさん私の名前が出ているんですけれども、皆さんご存知の通り、今、派遣法の採決をするかどうかというところで、維新の党は、反対はするんですけれども、採決に応じるという、そういう方針を立てて、おりまして、昨日の代議士会で私がそれはいかがなものかという発言をしたら、それがかなりテレビに撮られまして、民主党の人からはよく言ったと言われるんですけれども、大阪維新の方の方からたくさん関西弁の電話がかかってきて、そんなだったら出てけとかたくさんうちに抗議の電話がかかってきております。それは置いといてですね、やはりですね、今のこの自民党一強多弱の状態をやっぱり変えないと、なかなかいろんな問題を阻止することはできないなというのを、私は中にいて、今つくづくしみじみと感じているところであります。維新の党も今、
松野代表に代わって、一応松野さんの目標としては年内までに100人規模で、民主も維新も全部バラバラになってもう一回、新しい塊を作るということを、まあ、表明をしておりまして、まあ、そこを目指しているということを、まあ、ぜひ皆さんにご理解をしていただきたいと思います。まあ、その時にですね、やはり、皆さんにお願いしたいのはですね、多少の考え方の違いは許容をしないと多分大きな塊にはならないということは少し、まあ、許容していただきたいなと思います。ただ今のこの集団的自衛権の問題を党内で議論をしていますけれども、意外とですね、皆さんが感じている維新に対して思っているイメージとは違ってですね、割と党の中の議論ではやはり憲法に照らしてできないことをできると言っているということはきちんと党の中でオーソライズされております。特に最近おかしいなと思うのは、後方支援で非戦闘地域以外のところでの後方支援をしていて、自衛隊が危険な目になったらどうするのかということに対して、その時は退散するって言ってますよね。攻められたら後ろ向いて逃げろと言うんですけども、その方が危ないと思いません？なんかそんなこともわからないのかなというのと、あと重要影響事態と存立危機と存立危機と、それが同じ行為で同時にいっぺんに起こると当てはまる時があると言っていて、後方支援は武力行使と一体化しないという武力後方支援はできると言っているんですけれども、存立危機で、武力行使をしていて、そこの別の地域で後方支援をしているのは武力行使と一体的じゃない行動だということになるんだっていう答弁なんですけど、皆さんよく分かります？分かんないですよね。片っぽで、武力行使してたら、それは後方支援も武力行使と一体化になっているんだと思うんですけれども、まあ、そういうなんかよく分からない議論を、まあ、政府の方は答弁をしているということに、実は我々維新の党は本当にけしからんなと思っておりまして、この憲法違反かどうかというよりも、やっぱりこの法律自体やっぱり非現実的なシチュエーションを想定をしてやっているということで、もう少し審議の中でこの法律のおかしさというのを明らかにしていって、国民の皆さんも揃って、このまま安倍さんにこの法律を通させてしまったら大変な世の中になるということを分かってもらえるようにしていきたいというふうに思ってます。ぜひですね、皆さんにご理解をいただいて、とにかく結集をしないとこのまま自民党にいいようにやられてしまいますので、ぜひ我々も頑張りますので、皆さん方も一緒に戦っていただきますようにお願いをしまして、ご挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。どうもお忙しい中ありがとうございました。維新の会は行けどんどん安倍さんが維新のとごめんなさいね、安倍さんと一緒に憲法改正賛成、憲法改正はいいのか、まあ、今の集団自衛権も賛成なのかと思ったらそうじゃない人もいるっていうんで、もう申し訳ありません。私も戦学被災の身で分からなかったので今よく分かりました。とにかくそうですよね、大道をね、勝利を捨てて大道に着かないとダメですよね。そういうふうに思います。広い目でもうこの辺ぐらい違ってるのはちょっといいからとお互いに攻め合わず力を合わせようと、一つだけでね。そういうことで今のお話を大変ありがたく、民主党の人じゃないことでかえって嬉しかったです。ありがとうございます。それじゃあですね、どうぞご時間お忙しいのに来てくださってありがとうございます。ちょっとお帰りになります。頑張れということでちょっと大きめに拍手をしていただきます。よろしくお願いします。それじゃあですね、次に真崎さんにお願いをしたいんですけども、どうなんでしょう、日米安保集団自衛権っていうようなことなんですけど、外務省の情報局長でいらっしゃって、今日本がこの間の G7 ですか、なんかや
った時に各国から安保法制を喜ばれたっていうようなことを安倍さんがお話ししてましたけど、で外国との保険アメリカへの国と日本との関係で安倍さんが今の取ってる態度ってどういうふうになってるのか、まあ、中国と韓国はちょいとばかり置くとして、私の友人で40年ぐらい外国にいるヨーロッパにいるのがいるんですが、もう日本は全く相手にされてないよと、経済的にも政治的にも。彼はやっぱり政治活動をやって日本から出てった人ですから、そりゃもう日本は今手にしてくれるところはないんじゃないのっていうようなことを言ってたんですが、まあそんなことも含めてどんなふうにお感じになるのか、真央崎さんにまたお話をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。できればそんな15分ぐらいでお話いただけたらと思います。それで聞いてくださるんですよね。今私は日本は本当に危機的な状況、崖っぷちにあると思ってます。今少々のことは大動脈血の方が必要だから目をつぶっていいと言うんですけれども、私はそれはやめるべきだと思っています。いずれるものといずれないものが、今おかしいのはいずれないものが侵されているということだと思います。合唱連合、政治的な力で動く、集まってもしょうがない。何をやるか、それを明確にすべきだと思いますし、そして私は少なくとも3つの柱がある。3つの柱は反原発、反集団的自衛権、反 TPP、これらは全て平和と国民の生命と繁栄を維持するという観点から言えば、どうしても守らなければならないもので、こうしたものを曖昧にして、そして政治勢力を結集しようとしても、民主党政権、野田政権のようなものになってしまう。そういう意味で、今日の集まりは、いかなる方向に行くか、いかなる政治的な運動をするかということですけれども、その前に、私たちの考えがある課題、この3つ、反 TPP、反原発、反集団的自衛権の必要性というのを再確認しておく必要が私はあると思っています。集団的自衛権は決して日本のためではない、日本の自衛のためではない、アメリカの戦略のために自衛隊を海外に使うものであるということです。そして非常に危険なのは、私は次の大統領選挙の後、米国の大統領選挙の後、日本に対して軍事協力をしろという要求はこれまで以上に強くなります。これは今の共和党政権、いかに右に寄ってるかというものを見れば大変な危険性があります。で、私はたまたまマッケン、今の上院議員の上院軍事委員会の委員長のマッケンがヨーロッパを脅かしたところを見ています。国際情報局長の時に
その時は、まあ、医薬問題だったんですけど、彼はこういう脅かしをしたんです。あなたたちがイラク戦争に参加したくないというなら、それはそれでいい。好きなようにすればいい。だけど、私の国は今、イラク戦争にイラクを攻撃するということを最重要視している。我々が最重要視していることにあなたたちは入ってこないんだ。そしたら、あなたたちが最重要視しているものについて、私は決してアメリカ軍は入らないということを約束する。今、あなたたちにとって一番重要なのは旧ユーゴスラビアの戦いだ。我々はそれに参加してる。明日から旧ユーゴスラビアにあるアメリカ軍を全部引き上げてみせる。という脅しをしたんです。だから、集団的自衛権で日本が自衛隊に軍隊を置けるというようなシステムになって、例えばアフガニスタン、イラク戦争、そのように出てこい。いや、あそこはちょっと危ないから、そんな議論は全く通じない。もしこれに協力しなかったら、我々は日本の安全を守らない。それでいいのかという、このセリフに答えられる政治家はいない。ということで、長い間、アメリカの力に対抗できない。一国では難しい。これは栗山さんという人が外務次官も言ってます。日米関係強化の一番の最先端を言ってる人、アメリカっていう力に我々は対抗するのは難しい。そう対抗するのを難しい中で、歴代の首相が使ってきたのは、かろうじて憲法9条だったんです。ということで、これは絶対に守らなきゃいけないものだとこう思っています。後方支援だから、安全だみたいな寝言のようなことを安倍さんが言ってる。だけど、戦争の仕方は全く変わったんです。前線で鉄砲を撃たれて、鉄砲で撃たれて死ぬ人間よりは、後方支援で車で動いているときに IED 即成爆発装置で死ぬ兵隊の方が多いんです。アフガニスタンでは 50% 以上それで死んでる。だから後方で人が死んだら逃げていくなんてのはありえない。そしてこの戦争に入れば必ず日本人、日本の企業、日本の国土、これがテロに狙われる。この間の後藤さんの時、後藤さんが殺害された時、我々は後藤さんを殺すだけではない。今後日本人は世界のどこに行ってもターゲットになる。私はそういう時代になると思います。そしてイラク戦争やアフガニスタン戦争やリビアへの攻撃やシリアへの攻撃を見れば、米国の行動は決して世界のプラスになっていない。だから入らないことの方が世界から評価される。多くの人は気づいていないんですけど、2006年から2012年まで BBC が世界で最も望ましい国に力をつけてくれと言ったのは、日本が2006年から2012年までに4回入ってるんですよ。平和国家の日本、経済的に繁栄する日本、社会の格差がない日本、それが理想的な国だったんですよ。これが今侵されようとしている。今
アメリカの大統領選挙のところでサンダースっていう美人だと思いますけども、大統領候補民主党になってる人が、私が目指したい政治目的は2つある、できないかもしれないけれども全力でやってみる、何言ってると思います？全ての若者が大学に行けるような国にしたい、全ての国民が医療を求めるよ、もらえるような国にしたい、それを理想に掲げてるんですよ今。日本はそれはある、少なくともあった、これからもあり得る。だけど多分今行っている安倍政権ではこれもなくしようとしてる、TPP 多くの方は多分 TPP の怖さっていうのをあまりご存じないと思います、まあ、いろんなところで私行動してますけれども TPP も一つのそのうちの一つです。この間渋谷で TPP 反対テストってなりました。いろんな人が集まっていろんな人が発言し、そして、まあ、音楽とかそういうものをやろう。何人いましたか？50人ぐらいですよ。フェスタをやって50人しか集まらない。だけど TPP の怖さっていうものについてウォルフレームはこう言ってるんです。エジプトは最低賃金を上げようとして TPP で訴えられた。ドイツはスウェーデンの企業に原発を止めようとして訴えられた。ウルガイと豪州はタバコの規制を強めようとして訴えられた。メキシコ政府は産業廃棄物で有害物質が出てきて、それが地下水に行って飲料水に入って病気が出る、それで地方公共団体がそれを止めた。そしたら訴えられて賠償金を取られた。カナダでは医薬品の臨床実験が少ないと言って最高裁判所まで行った。やっぱり臨床実験が少ないと言って止めたのについてこれも訴えられて、 TPP で行わって出てくる社会は企業の利益が全てなんです。企業の利益、これを命、健康、あるいは労働者の福祉、生活維持、地方の発展、こういうようなものを止めようとしたら訴えられる、まあ、そういうようなことで原発です。で、こういうような問題に対して私たちはどうすべきか、その時に考えなきゃいけないのは、小沢さんがいた時でさえ、あれだけの能力のあった政治家でさえ、新しい動きは潰されてきた。あの時、生活の党と現役の議員がいたけれども潰されてきたということを考えると、反対勢力の力っていうのは決して弱くはない。これからも絶えず潰されていくと思います。で、私あのこの間京都で、集団的自衛権反対という講演に出た後、回答に出て、それで横断幕を掲げながら歩いて、人は誰も見ない、向こうから人は来るんですよ、歩道にはこちら側には500人ぐらいが歩いてる、目は絶対に向けない、怖いんですよ。で、集団的自衛権 TPP、そういうようなものに対する反対勢力は強くなってますけれども、合わせて多くの国民が怖がっていることもまた事実。その中でどうしていくのか、それは
私はまず一番重要なのは地域を国民に分かち合う、危ないということを知ってもらう、これをできるだけ進めていくということだと思います。DeNA の創設者に、現在 DeNA の横浜ベイスターズのオーナーに難波智子さんという方がおいでになります。この人はこう言った。今や IT やプログラムに関わらない発明はないんです。ここに抵抗感のある人はリーダーにはなれない。何を言ってるか、ソーシャルメディアを使えない、ソーシャルメディアで優位に立てない、その政治集団は決して強くはなれない。だからぜひとも、これから政治運動の時に強い、どこよりも強いソーシャルメディアのネットワークをまず強くて作ってほしいと思います。どうもありがとうございました。それじゃあ、続いて外交的な話 の立場でいらっしゃる天木さんに続けてお話をしていただいて、それを合わせて質問をその他論議をしていきたいと思います。天木さん、よろしくお願いします。私はちょっとお伺いしたいことも一つありまして、もう10年ぐらい前になりますが、天木さんが若気になったさらば小泉純一郎という本を今再読してみますと、あれ小泉純一郎をそのまんま安倍晋三に名前を変えてもぴったりなんじゃないかっていう感じをして読んでいたんですけれども、もっと悪いんですよ、もっと悪いんですよでもそこのところをですね、天木節でお話をしていただけたら、お好きなようにお話になってください。15分ぐらいですけど、質問の時間やなんかも取りますから、よろしくどうぞお願いします。皆さんこんばんは。今日はですね、森田さん、直崎さん、植草さんという同じ考え方の、同志が来るっていうんで、私もやってまいりました。ただ時間が10分15分で、そして私が言いたいことはもう2つだけですから簡単にしますけれども、まず1つはですね、直崎さんがおっしゃったように、今の日本の政治状況は戦後70年の最も大きな危機なんですね。で、これはいくら強調しても強調しすぎることはない。この危機意識をどこまで国民が持てるかというのが第一点なんですね。で、他方で直崎さんも言いましたように、ちょっとやそっとのことでは安倍政権は倒せない。これを倒せるのはおそらく日本国民、声なき声の国民、その国民は外に出てデモをしたりですね、騒いだりしている国民じゃなくて、一切政治には関わりたくもないし関わる力もないけれども、しかし今のこの安倍政権はおかしいということを思っている人たちの声を結集させるということだと思うんですね。で、逆に言えば既存の政党政治家の再編の中で考えていては全くワークしないと。つまり結論から言いますとですね、私はもう政党作っちゃったんですよ。ですから今さらこれからどうするかという議論はもうおよそ出してですね、どうやってその政党を成功させるかというそれだけなんですけども、一言で言えばですね、安倍さんが4月29日にアメリカで演説をした、この意味は非常に大きくてですね、私はその日に合わせて政党を作ったんですね。で、まさに孫崎さんが言ってるのはその通りなんですけども、普通のやり方、デモをするようなやり方、私もそれ経験しましたし、それは否定しませんけれども、これからの政治はですね、インターネットを使うしかないと。ですからまさしくインターネット政党、新党憲法9条、ズバリこれなんです。それで憲法9条といえばですね、誰も相手にしないと左翼政党の専売特許でみんな引けると、随分反対あったんですけども、そして私はあえて その意見に無視をするつもりなくて、その意見は刑事に値するんですけれども、しかし、
憲法9条というのは単に平和の憲法9条ではないんですね。憲法9条的な生き様であり国のありようなんです。つまりそれは孫崎さんがさっき言ったように、あの譲れないものは譲れない、その通りで、私はあの勝利を捨てて大分つけるというのは全くワークしないし賛成しないんです。そして、孫崎さんは譲られないものとして3つ半原発と TPP と集団的自衛権とおっしゃったんだけど、それだけじゃないんですよ。もっと言えば辺野古基地は絶対作らせないというのもあるし、それから何よりもですね、司法の不正義を正すと弱いものが泣き入れされているような、もっと言えば反権力ですよ。権力の悪が放置しておいていいのかと。で、私も外務省を辞めて13年間いろんな活動したり、いろんな本を読んだり、いろんな考え方が変遷しましたけど、一番私が学んだっていうか尊敬している人がウキリークスのアサンジュなんですね。で、アサンジュは私はもちろん会ったことはないんだけれども、彼がですね、あの告発サイトを作った時に言ったのがですね、こんなことを俺はやりたくないんだと、こんなことをやらなくてもいい世の中ができれば一番いいんだと、そのシステムを作るんだと。残念ながらそのシステムができてないと。システムができてなければですね、結局悪は栄えるから、それを阻止するための内部告発なんだと彼ははっきり言ったんですね。で、私はその通りで、政治なんてつまらないんですよ。皆さんはどういう思いで政治に関わっておられるか知らないんだけれども、私は13年間政治に関わりました。関わってうまくいかなくて、そしてまあいろんな人と会って裏切られて騙されて、だけど、まあ、私はそれは人間の生き様として、まあ、あり得る一つの世界だと。だけど政治なんていうのは一つの世界であってですね、我々本当に重要なのは毎日毎日自分の人生をですね、一生懸命働いて、そしてそういう人たちが報われる世の中を作るということなんですよ。で、その大前提は平和なんです。ですから私はこの憲法9条っていうのはですね、まさしく日本が世界に誇る日本の国の生き様でありですね、これ守らなくちゃいかん。ですからあえてまあそういう名前をつけてですね、そしてまあ孫崎さんがおっしゃったように、譲れないもの、それは憲法9条なんですね。で、ましてやそれを安倍政権にさしてはならないっていうのが、この新しい政党の一番のテーマなんです。まあ詳しくは言いませんけれども、まあ、ホームページを見ていただいてですね。で、二つ目に私が言いたいのは、そのテーマとも関係するんですけれども、一番の私の、まあ、ライフワークはですね、この日本をアメリカの軍事同盟から解き放つということなんですよ。つまり、安保体制入るんですよ。で、これを見てですね、学生運動みたいで、私は実は全く学生運動やらなかった森田さんが全く別の人でですね、森田さんって名前も知らない人間なんですけども、まあ、今は一緒に仲良くなったんですけども、ご承知のように歴史を学べば分かるんですが、憲法9条と日米同盟ってのは正反対なんですよ。要するに両立しえないんだけれども、察してきたのが日本の戦後史なんですね。で、私はもうそろそろ本当のことを気づくべきで、やっぱりこの日米同盟の軍事的な区引きから解き放つと。で、これはもうマルクスが言ったその労働者搾取という鎖から解き放つと同じように重要な意味があって、日本のこの国をですね、アメリカの軍事同盟から解き放つと、これがテーマで、しかしながらこれほど難しいテーマはないんですね。つまりこれをまともに言うのは共産党さえ言わないんですよ。つまりこれを言ったらもうアメリカに潰されるのかなんか知りませんけどね。要するにタブーなんですね。これを言ったらあいつは変わってるから日本の社会で受け入れられないと、サラリーマンはもう黙ってしまうと。で、私はそれでいいんですよ。ですから私もこのインターネット政党っていうのは何もそんなことは言わなくてもいいけれども、心の中で思えばいいんだと、そしてそれに賛同するのが選挙の時に票を入れればいいんだと、そうすれば世の中が変わるんだと、それは特定の政治が変えるんじゃなくてお前が変えるんだということなんですね。ですから、まあ、私はそういうことを新しい政治の流れとして作っていきたいということで、まあ、行動をしました。うまくいくかどうか分かりませんけれども、まあ、見ていただきたい。で、2つ目にですね、
18日、つまり今から5日後にこの議員会館で記者会見を開かれます。それは、あの砂川判決がですね、イカ様だったと。何もそのイカ様っていうのは、手段的自衛権を認める基礎になるイカ様っていうんじゃなくてですね、判決そのものがイカ様であり、その判決を下した田中幸太郎がイカ様だっていう、これをですね、一人でも多くの国民に知らせると。それが安倍を倒す全てだと。私実は思ってるんです。それであの土屋源太郎さんというですね、当時の砂川判決闘争であの伊達判決で無罪になったけども、田中幸太郎の差し戻しで有罪になって、もう有罪が確定した後にですね、そのアメリカの公文書が出てですね、こんなイカ様が行われていたのかと、こんな判決は無効じゃないかということで再審請求をしているわけですね。で、私はこれは極めて重要なことで、もちろんそのアメリカの秘密文書が一番重要で、それを発見した人が一番偉いわけですけれども、それを国民に知らしめるということが今一番大きな政治的テーマだと私は思っているんです。それで実は源太郎さんにですね、まあ、そういうことを言ったらもうその通りだなと、やっぱり記者会見開かなくちゃいかんということで、18日にですね、弁護士と彼が議員会に開くんですけども、私はたまたまですね、この裁判に関わったで、どういうことかというとですね、その英文、つまりマッカーサー大使がアメリカ国務省に送った3本のアメリカの公電が秘密解除されたわけです。で、その中にですね、田中幸太郎が自らですよ、普通だったら下っ端の裁判官をよこすのに、自らマッカーサーと何度も会ってですね、あの判決はとんでもない判決だと、もうもちろん無効にすると。しかもそれは大法廷の全員が一致しないと意味がないんだと、ってなことをベラ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 喋ってですね、そして普通は要するに高裁まで行って、そして最後に上告っていうんですが、そんなことやってると安保条約間に合わないと。ちょうどあの時安保条約の改定の時期ですから。ですからもう条約上告でですね、何千件かある案件を全部すっ飛ばして、最初にそれを決めるということまでみんな喋ってるわけですよ。で、これほどの資源侵害ないでしょ、皆さん。で、そのことを国民は知らないわけですよ。で、この秘密文書は2008年にもうすでに公になっているので誰も知らない。そして土屋さんが訴えたのが去年の6月なんですね。ちょうど1年前ですよ。でも誰も知らないんですよ。メディアが書かないから。ですから私が、かけかけと言って、まあ、東京新聞が書いて、今日の朝にも書いたんですけども、まだ小さいんです。つまり、今行われているですね、合憲違憲の集団的自衛の議論なんていうのはですね、もう全くナンセンス、全て吹っ飛ぶんですね。それは、高村が言って、それで若菜鳩山が知らずにそれを繰り返している。それが判決そのものがですね、違憲判決だったんで、いかさまだったと。それを行った司法の 最高トップの人間が憲法違反したと、その違反した人間が10年間もですね、最高裁の長官やって日本の憲法を裁いてきたもうこれを知ったら国民は驚くわけですよ。で、その記者会見を18日にやりますから、私は西山さんに電話して来てくれと、西山滝さんに、うん、そしたら彼は非常に声が元気だったので、もう足がもうろくして飛行機乗っていけないから俺行けないけど、メッセージをよこすと、まあこういうことをされてですね、この18日に私は日本が動かないと、日本は動かないんじゃないかと、まあ、それほどですね、まあ、重要視している記者会見が開かれると、まあ、そういうこともあってですね、ちょっと長くなりましたけど、私は実はこの後ちょっとこの新しい政党を作るスポンサーと所属する人間と会うんで、これで失礼させていただきますけれども、まあ、ぜひ皆さん頑張ってください。いろんなやり方があります。目的は一つです。もう考え方も一つです。ですからもう既存の政治家であれ、あるいは政治家を辞めてまた挑戦する人であれですね、あるいはそういう人たちを応援する人であれ、いろんな政党を応援する人であれ、まあ、どんなやり方でもいいんですけども、ちょっとやそっとのことではできないということですね。そしてやはりもう指針を捨ててですね、もう自分のもう命までもと言いません、私は命が怖いですから、ですからもう外に出て刺されたら怖いから外には出ないんですけども、もうそれでいいんですよ。だからインターネットなんですよ、何もしなくてもいい。ですからもうとにかくみんながもう最善の安全な方法でですね、とにかく今の安倍政権やってることっていうのはもう実はもう行き詰まってるんですね。どう考えても原発もですね、IAEA っていうのが6月に報告書出して、9月の
総会で採択されるこの IAEA の報告書というのはですね、東電と安倍政権がいかにイカサマやってきたことが書かれてるわけですよ。だからそんなものが世界に公表されたらアウトですよね、まあ、オリンピックでコントロールされたなんていうことがもう全く否定されるわけですから。ですからもういろんなところでですね、行き詰まることが来てるわけですね。ですから私はむしろその後どう我々が正しい政治を実現していくかと、それはもうおそらく政権交代の繰り返しはないと思うんですね。そうじゃなくてどんな政権にとってもそれが正しい、国民にとって正しい政策ができるようなシステムを作ると、もうアサンジの言葉通りですね、私はそういうシステムができないか、まあ、模索してまいりますので、まあ、一つこれからも協力していきたいと思います。よろしくお願いします。お出番の時一つだけ伺いたいんですけども、一つだけです。出番を出していらした方だからあえて伺いますけど、 IS っていうのはこれから絶対に大きな影響を持って拡大していくだろうというふうに私は思ってるんですけども、どうでしょう。拡大していくということは願いたい、勘弁したい、したいと思うんですよ。やっぱり IS ってのはなくなった方がいい、だけどもなくせないんですよ、これも間違いない。ですから何が起こるかというとですね、要するに悲惨なことが延々と続いていくということなんですよ。耐えきれない状態が、もう最悪ですよね。もう今要するにクルドを使って地上戦やってるわけですよ。だけど殺せないわけですよ。殺せるんですけど全滅させられないわけですよ。全滅させられないと何が起こるかというと自爆テロが広がっていくわけですよ。ですから私はやっぱり非常にもう残念なことでね、IS っていうのは解決不可能だと思いますね。解決不可能ですから私はもう、半分本気で言ってるんですけども、アメリカっていうのはですね、世界最大の悪をやってきた国ですよ。そして例えばソ連だとか中国とかですね、他の中外とかあるいは小さな悪をやってくるのがいっぱいあるんだけども、最大の悪を人間やった人間こそ最大の善ができると。だからアメリカが変われば世界平和になるんですよ。そのアメリカを変えるのは憲法9条なんですよ。ですからそれアメリカを変えるのは日本なんですよ。日本に正しい政治ができて、日本が正しい政治を世界に発信すればですね、世界変えれるかもしれない。もう私はもうこれだと思うんですね。これだと思うんです。新しい党の党首にお名前になるんですか。いや私は選挙に出ません。私は自分が出るとあいつが選挙がないからってバカなこと言う奴がいるからね、私は出ませんけれども、党首にはなる、代表にはなっても、誰が見てもこの人はもう立派な人だという人を探して党首にしますよ。もうそういう制度なんですよ。黄金の7人というのを揃えるというのなんですよ。誰が見てもこの人たちはね、もうケチつけられないという人を探しますから、で探さなかったらすいませんと思っただけで終わりですと言えばそれだけの話ですから、夢は大きく持ってね。ネットで配信のネットなんです。インターネットホームページを作ったんですよ。それで、私は実は技術的なことは分からないから作ってくれる人間サラリーマンが現れてですね、2人で1年もやってきたんですけども、とにかくもうそのインターネットはありますまで随分アプローチはね、残念ながらまだ4000人ぐらい、要するに模擬投票と模擬寄付金ってね、この制度ができたら投票してくれるかっていうのと、この制度ができたらお金寄付してくれるかっていうのを作ってね、やっと2000万とか4000人ぐらいになったんですよ。だからとてもダメですよ。100万人じゃないと1人通りませんから。というか必ず100万人集めて1人通すと、1人通ればね、その政治家がみんなの政治、みんなの分身なんですよ。要するに私はもう480人とかね、衆参合わせて700人って全くいらない。政治家なんてもう100人いたら十分ですよ。100人だって10人だって10人、まあ、ですからね、私はその政党が仮に1人でもできれば2人になって3人になって5人できたら公認されるでしょ。そしてお金もつく。そうするとその金はもう政治家の懐に入れるんじゃなくてね、あるいは選挙に使うんじゃなくて、一切選挙費用はかからないわけです。だってインターネットだから、もう常にこの票に入れるって人決まっちゃってるわけだから、だからそのお金はもう国民に還元するんですよ。ですからこの集会の票に使ったりね、あるいは極端に言ったら若者が何か企業したいと言ったらその企業に金を与えて成功したら寄付しろって言ってね、つまり税金をみんなに還元するっていう、そういう制度なんですよ。だからもう月給ももう1000万ぐらいでいいとね。だから1000万でもいいから国会議員になるっていう人しかもう認めないんですよ。だからそれがマニフェストなんですよ。だからそういう夢みたいな話ですけどね、しかしそういう
ことに賛同するやつが必ず出てくると思うんですよ。つまり今の日本っていうのはもう普通のやり方じゃダメなんですよ。これはもうみんな分かってるんですよ。どうしていいか分からないと。だから、まあ、とにかくあの来年の参議院選挙まだ1年ありますからね、まあ、私はもうさっきから名前出たいろんな人にこう叩いて会いに行って説得するんですよ。でなかなか OK してくれませんけどね。だけども、まあ、それはそれでいいんで、もう OK しないのは当たり前だろうなと。こんなバカなことにね、今の立場を投げ打って参加するなんていませんよ、それは。だけども、いや、誰かでやらなくちゃいかん。いや、そのやり方はね、やっぱり目覚ましいと思います。いや、まあ、もちろんそうじゃないです。どうもありがとうございます。あれなんですよね、本当のことを言うと、一番簡単なやり方ってあるんですよね。投票に行けないんですよ。本当に、それ投票に行って、安倍さんがの勢力以外のところに投票すれば、もう全てが片付くんですけど、もうそれをどうしたらいいかって。でもね、でも私はね、もう日本人はもういいやと思ってるんです。このままいて、私はもう、招集されることもないナイチンゲルのようにならずに済みますから、好きにしてくれやと思ってるんですが、ただね、都知事選の時だとか今度の選挙だとかね、思いがけないね、私港区の青山に住んでるんですけど、とっても高慢地域の奥さんたちいっぱいいるんです。それがね、共産党に入れたって言いに来るんですよ。私は初めて入れたわよとかね、そうですかって言うんですけど、だからね、もしかしたらね、って言っていろんなこと分析してる人よりも、普段どうでもいいやと思ってるのがカッとした人は、そういうふうにな投票行動に出るのかもしれないから、いろんなやり方があっていいなって今のお話も聞いたんです。投票に行きゃいいんですよ。本当にそれだけなの。そのシステムがあるのに、なんで使わないのか。そうすりゃ電話もやらなくていいし、警官とぶん殴り合いしなくてもいいしね。そのことをもうちょっとなんとかできないかなと思うんですけれども、まあ、今のお二方に対する何かご質問がありますか。なければ植草さんの方に移ってまたまとめてってこと。あ、どうぞ。あ、どなたにですか。はい、野崎さんに質問なんですけども、TPP の中心は ISD 条項だっていうふうにが問題なんだっていうふうにお考えっていうことなんでしょうか。その辺を確認して、はい、の ISD 条項が一番の問題だと思ってます。それが国の主権を犯す。だけどそれについてほとんど報道がされてない。どこに。よろしいですか。他にありますか。いいですね。あ、どうぞ。マグサクさんにお尋ねいたします。鳩山政権ができたときに、鳩山さんは辺野古の基地は少なくとも県外というふうなことを公然とおっしゃいました。そして鳩山政権の下の外務大臣と防衛大臣を、選んだときに、どうぞあなた方はアメリカときちんと交渉しなさいというふうに言ったはずです。それで鳩山さんはその時にアメリカへ行った時に、なんかマスコミではグルーピーかなんとかっていうようなこうニックネームをつけられて、で沖縄を訪問した時にはマスコミなんかが反鳩山さんの代行性を行いました。で鳩山さんがアメリカに行った時に、外務次官はアメリカに先立って飛んで行って、やがて鳩山という首相がアメリカに来るから、あんた方アメリカの、国務もしくはそういう担当の人は鳩山をやっつけろというふうなことを言ったと公文書も出ていると思います。で辺野古の基地をもしですね、アメリカがいらないよ、グアムに移すよなんて言った時に、いや、それは困ります。ぜひとも辺野古に基地を我々日本が作ります。言ったのも
日本でございました、あったと思いますが、あアメリカ あの日本の官僚です。官僚が、はい、その時その時あ作りますか。アメリカが辺野古から撤退することは日本の官僚にとっては非常に大きな問題だったのではないでしょうか。でその体質というのは一体どこから来ているのかを、もしそれが本当の体質であればお伺いしたいと思います。よろしいですか、よろしいですか、よろしいですか、はい、お願いいたします。失礼します。立山さんの時にですね、アメリカ側が言った一番の問題は海兵隊の論理が国防省の論理になる、国防省の論理がホワイトアースになる、これを言ったのはパッカードなんですね。そういう意味であの日本の官僚というのは、辺野古に移るということが自分たちの利益であるということではなくて、まあ、基本的にアメリカの意向を受けて動いているとこを思っていいと思います。で、まあ、せっかくの機会なんで過去がどうあるかっていうことよりは、まあ、今後どのようにあの、普天間問題にあの対処したらいいかっていうことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。アメリカと同じように、いや日本と同じように米軍基地を持っているのはドイツがあります。ドイツはアメリカと地位協定について、まあ、NATO なんですけれども NATO と地位協定を結んでおります。コロナ禍でどのような条項があるかというと、米軍基地の重要性と返した場合に生ずるドイツの利益、これを比較してドイツの利益が大きければこれを返還要求することができるということを書いてあります。日米の地位協定ではこれはありません。しかしながらドイツという同盟国とアメリカとの間で基地の重要性というものよりも返した時の重要性の方が重要であれば、返すという約束をしているならばこれは日本にも適用されるべきだということで国が一体となれば私は実現できると思っています。ということであの米国との交渉というのは私はあの、こちらが論理的に戦えば向こうは論理で勝負するよりしょうがないんです。そういう意味で今日本があの十分な日米関係をできないのは米国に、まあ、隷属していれば自分たちの政権が続く、首相の座が続く、まあ、こう思ってるんで、今のような形で米国とちゃんと交渉すれば本来は戻ってくるはずだ、それをやってない政権がおかしい、まあ、こういうようなムードができればいいと思っております。直崎さん、それに関連して一つ伺いたいんですけれども、あの政治家もさることながら外務省の役人たちがどうしてあんなにアメリカにくっつきたがるのか、それはあの元お役人として、伺いて、鳩山さんの妨害をしたのもお役人だということなんですけれど、どうなんでしょうその辺。私はあの、まあ、外務省の人間ですから、あのお役人が悪い、どこそこが悪いっていうのはやっぱりやめたらいいと思う。日本全体がそうなんだから、ね、政治家がそう、財界がそう、マスコミがそう、でこれに逆らったら日本がおかしくなるというなんとなくの雰囲気を持っているということが全てなんでね。官僚というのも基本的には、だんだんと自分が出世していく、それは日本のシステムに合った形で出世していくわけですから、日本の組織と関係なく官僚だけが独尊するということはないと思います。まあ、そういう意味で、まあ、今日の非常に大きなテーマになっている米国から早く
独立したものの考え方をする。少なくとも、まあ、歴史的なことからいくと1990年ぐらいまでは日本の社会、マスコミも政治家もそれから官僚も自主的に判断するということをやっていたんですよね。まあ、それが残念ながら90年ぐらいから体制が崩されていくんですけども、今のこの危機的な状況でまずは自分たちで判断し自分たちで行動する、まあ、その雰囲気を取り戻したらいいと思ってます。山下さんへのご質問はもうよろしいですか。あ、はい、もう一方いらっしゃいます。すみません、奈良県から参りました沢ノ井と申します。先ほどあの、天草さん、馬尾崎さんにいろいろ大切なお話を聞かせていただきまして、天草さん の、 あの新党憲法9条、これはもう私がもう全くその通りだと思って、私も SSN やってます、あのツイッターやってますので、まだ、フォロワーも少ないし、まあ、お酒さんみたいに、5万人もいらっしゃいませんけど、なんとか、あの、拡散は続けています。あの、この天草さんのやっておられる、新党憲法9条、ここへ皆さんが研修していただいて、いただいたら、絶対、この今の、あの行き詰まったこの先制的な政権を倒せるともう思い込んでるんですけど、孫崎さん、あの最後に、ソーシャルメディアを活用してるとおっしゃいましたけど、そこのとこどうお考えかちょっとお聞かせ願いたいんですけど、よろしくお願いします。私は自分の説明の中で申し上げたんですけれども、小沢さんという日本の政治社会で卓越した政治家であっても、そしてその時に多くの政治家を連れていてもこれが潰された、そういうことで言えば、今潰す勢力、政党、経済界、マスコミ、官僚、これはものすごく強力だから、一人の人間が動いて、あるいはある集団が動いて、すぐにこれが中心になるということはないと思ってます。そのためにまず重要なのは土壌を作っていく、国民が集団的自衛権であるとか TPP であるとか、それの怖さっていうものをみんな共有する、まずその共有のところから始めるんじゃないのかなと。その共有ができた後、政治的な動きにつながっていくんじゃないかとこう思ってます。もうネットが最大の武器だと思うんです。で、ネットっていうのは、まあ、あのどれだけ、まあ、今の あのご説明の方は私5万人とおっしゃいましたけども8万人なんです。まあ、あの別に8万人っていうのが、ね、多いとはまだ思ってませんけれども、だけどこれはかなりの力だったんですよ。バッテリーもちょっと考えに見ていただければ、はいはい、8万人というのはちょっとした月刊誌よりも多いんです、うんうん、あのということを考えると、これからますます力が強くなっていく。それであの、ま、全然別のことなんですけども、ある時私のところにある人がネットで取材したいということをおっしゃったんですね。あの民間の方の、あの杉並から情報発信という、やばいやばい、それでね、山崎さんがおいでになってインタビューするときに5人ぐらい来たんです。5人ぐらい。それでね、山崎さんは一人で来て一人で放映すればそれだけ、まあ、情報の価値があるわけだから、一人でいいと思うのに5人連れてきた。5人がみんな発信してるんですね、うん、どういうことか、自分一人だったら潰されるかもしれない。
いろんな多くの媒体があれば全部は潰されない。野村ただけのようなものになっていくということだから、発信源をたくさん持つ。そしてこのインターネットのツイッターっていうのは発信源が、例えば私の8万人のフォロワーがいたら8万人が発信源になるんですよ。それがあのインターネットの強みですから。そういう意味でインターネット、ソーシャルメディアっていうものをやっていかなきゃいけないんだけど、残念ながら今ソーシャルメディアはネットウロナカットってる。そんなバカなことはないんですから。ソーシャルメディアが強いのはリベラルだという形にしなきゃいけないと思ってます。わかりました、ありがとうございます。それじゃあちょっとここでご報告があります。今日はご出席いただいている方は、210名ありがとうございます。150人集まったらいいんだけどなって言ってたんですけども、主催者の希望をやや上回っていただきまして、ありがとうございます。それからもうご質問上田さんにお話を持っていきたいんですが、その前にまたお忙しい方を一人ご紹介いたします。いいの、お話なさるだけ。篠原さんです、はい。この篠原さんのおかげでこの部屋を取ることができまして、今日遅れてきた方もご紹介ということですね。篠原、隆さんをご紹介いたします。なんかどうぞお話しください。提案して自分は何をやるかとかっていうこともどうぞ大げさにおっしゃってください。結構ですから、どうぞ。こんばんは、民主党の衆議院の篠原隆でございます。この皆さんの会合、日本の政治の行方を考える市民と国会議員の勉強会、私がいないと成り立たない勉強会自分的にはですね。それでその冗談だけちょっと言わせていただきますと、山田敏夫さんという参議院の農協が選び出している、まあ穴子の今頃出たって、まあ当たり前のことなんで、今頃言われたって困ってると思いますけどね。あれ見てたら資金管理パーティーをやってんだけど、本人が出席してない。この会合にも私が出てないと後で怒られるといけないんでちょっと参りました。で、辻さんの下働きをずっとさせていただいております。で、ちゃんと来てる国会議員では唯一だと思います。辻さんもあれ2期やられてるんですね、国会議員で。私の隣でずっとぐちぐち本会議場で言いながら過ごした間柄です。私は友情を大事にするんで、ずっとこうやってお邪魔させていただいております。今の政治状況どうかというと、まあ、皆さんお分かりいただければお分かりいただけると思います。ぐちゃぐちゃですね。ぐちゃぐちゃですけど、まあ、どうなっていくかっていうのもよく分かりません。で、皆さん全然私のことを知らない人ばっかりが多くて、まあ、ここにも来てるんですよね。よく私は当選5回しております。ただ2回も2年未満で解散してるんで、年数は11年だけですけどね。で、長野1区というところでございます。で、まあ、辻さんと気が合ったりしておりますけど、最近は何やってるかというのをご紹介いたしますと、おととい根っこの会という会も亀井静香さんで、亀井さんと私などは似ても似つかない、まあ、体型からして私は柄が悪いですし、私はそれほど品良くはないですが、あれほど悪くはないですですけどね、あんまり接点はないんですけど、いつの頃からか私に手伝いと言われる。なんか辻さんもそうですけど、なんか誰かちょっと変なことしてる人が私に下働きをさせようと思って、私はそれに乗っかってやってるわけですけど、しかし亀井静香さん、皆さんご存知ないかと思います。ですけど TPP 反対です。原発も反対です。集団的自衛権とかもっと反対、心臓よく国滅ぼしたまうことなかれという真っ赤っかな警告文を書いてます。で、この日本を何とかしなくちゃいけないと。で、もう衆議院最高齢です。無所属で当選してます。最後のご報告をしたい、手伝いと言われて、まだ頼まれれば断れない悪い性格で、ほいで根っこの会と、ね、地域活性化協議会、お金になりますか。なんで根っこをどんどんダメにしてる。地方ガタガタです。
まあ、今奈良県から来ておられる方だと思いますけど、田舎の中山間地域のお百姓さんがここに来てるということはないと思う。そういうところがダメになってると。なんで何年俺は政治家やってたんだと。自分の生まれたのは中国山地の山の中だと。ちょうどいい時に建設大臣になって自分の村が湖の底に沈むのを阻止できたと。しかしその集落、村に年寄りもいないと。町の介護施設に行ってしまった。日本の政治は一体何をしてたのか。東京や都市部にばっかし恩恵が行ってて、地方がこんなに根っこがこんなにずたずたになっている。この点も長野の百姓のせがれの私と全く共通なんです。そしてもう一つ危険なことを言っています。俺と同じ危険な匂いをするからお前来いということで、どうなるか分かりませんけどね、日本の政治このままダメで、ダメなんで、亀井さんのように知恵のある方、そして思想哲学をしっかりしてるんですね。ここはちょっと僕はそんなにしつこく言ってないんですけど、あの死刑廃止議員連盟の会長でもあるんですよ。あもうあ優しいんです。だから絵も描いてるんです。僕はそういう芸術的なセンスを全然ないんです。これでやっております。その根っこの会の幹事長というのをやっております。超党派の議員連盟です。私もそんなに長く政治家やるつもりもなくて、あの怒ったらもう政治家引退しますけどね。幸いにしてあの連続してちゃんと小選挙区で銘柄品でもないのに当選させていただいております。私が嫌われたことあるのは農林水産省に30年勤めてたんですが、ちょっとわからない上司と女房だけです。あとは疲れておりまして、ですから皆さんなんかあの、ね、これ以上こき使われると大変なんですけれども、あのくれぐれもこの会合をですね、金曜日の夜にこんなに真面目な会合を開いてることないです。しかしこの後片付けとか始末があったら全て私の責任になりますので、ね、ちゃんとあのルールを守って行動されることをお願いいたしまして、私と挨拶させていただきます。ありがとうございました。見かけによらない冗談がお好きな方なので、で確かに見かけによらないです。それではですね、あのまだ何人かいらっしゃるという通告だけはいただいておりますけども、いらしてないので、これからあの、植草さんにあのまたお話をしていただきたいんですが、その前にちょっとよろしいでしょうか。先ほど奈良県の方にお久しぶりの話になりましたし、あまあ、天木さんも孫崎さんもいろいろ提案なさってるんですが、この回もね、少しあのネットをきちんとできる人って充実して、できればそういういろんなグループができたところと連帯していきたいなと思ってるんですが、なかなかこれが大変なんです。申し訳ありませんが、乾杯してくださる方がいたら、あとで箱回す回す箱回るんですか、あの箱を回しますから、迷惑だなと思うかもしれませんけど、私もね、実はね、もうネットだと思ってるんです。私はあの日本の小説っていうのは読まないんですけど、外国の小説ばっかり読むんですが、ほとんどインターネットが登場して、そこから始まるいろんなものがありましてね、これを使いこなして情報を発信しなければね、絶対にダメだなと思ってるんですが、私は知らない人とやり取りするのが大嫌いなので、自分はもう大きいのを持ってるって全くやらないんです。あのメールアドレスも知ってる人にしか渡さないぐらい、どうしても知らない人とお話したくない、そういう性格はお金出すしかないんですよね。で、まあ、それは覚悟しております。だけど皆さんはもうおやりになってるでしょうけれど、今みたいな話にご参加くださいました、あのご賛同くださいましたら、何がしかをぜひ、私が頭を下げても私の懐に入るわけじゃないんですけれど、カンパパコも行きます。ご迷惑だったら蹴飛ばしてください。それではあの引き続きまして、カンパパコが回ってる間でごめんなさい、植草さんに、今までのいろんなお話を、いいんでしょ、どのとこいい、あ、回してください、誰が回すの、ごめんね、回しますって言っても箱が一人で回るわけじゃないから、ごめんなさい。植草さん、恐れ入ります。余計なことで中断って。マイクありますか？じゃあ、まあ、紹介的に全部にかかってどうぞよろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました、植草です。今日は大変お忙しい中、5時に開始ということですので、いろいろとあのご都合がつきにくい時間だと思いますけれども、多数お運びいただきましてありがとうございます。昨年の11月に辻先生の
集会がありまして、それに呼ばれまして、この安倍政権、まあ、ちょうど選挙というさなかでありましたけれども、まあ、国民運動を何か立ち上げる必要があるんじゃないかと、まあ、そういう提案をさせていただきました。まあ、選挙のさなか、大阪で、安倍政権をストップさせる国民会議というのを立ち上げまして、その後、年明け、辻先生が予定している会があるということになりました。で、私は小沢一郎議員を支援する会という会で活動を続けさせていただいてまいりましたが、それは裁判で一つの区切りがついたということで、これは新しい運動に切り替えると、まあ、そういう話がずっと続いてまいりました。で、この会の活動と松井先生の提案と、まあ、つないで一つの大きな運動にできないかということで提案をさせていただいて、まあ、前回の会合が開かれたわけであります。で、今日は2回目ということなんですが、まあ、主催者もまだはっきりした組織でありませんので、非常にこう曖昧として状況が続いているわけですけれども、私はこの会を中心に主権者が横につながる、そういう連帯運動を展開できないかということで、ずっと提案を続けてまいりましたけれども、なかなか集まって協議をしても、結論が出てまいりません。で、まあ、とりあえずこういう集会ということで活動しているわけでありますけれども、ちょうど私の方で、まあ、それをそう言っていても、なかなか先に進みませんので、まあ、今日、実はお手元にですね、オールジャパン平和と共生という資料を用意させていただきましたけれども、このオールジャパン平和と共生という連帯運動のための、インターネット上のサイトを今日立ち上げました。これに、賛同してくださる方の賛同者、まあ、送るフォームが用意されておりますので、そこに名前とメールアドレスをご入力いただければ、賛同者リストに掲載させていただくということを予定しているわけでありますけれども、まあ、お金はないんですけれども、自分の費用を投じて、このサイトを立ち上げさせていただきました。で、まあ、今日はこの点を中心にちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、先ほどから和村先生、天木さん、いろいろとお話がありましたけれども、日本が今危機にあると、私は、日本が今直面している三大問題というものを挙げております。これ、まあ、村木先生が言われたお話とまさに一致するわけですが、原発憲法 TPP、この3つの問題に直面しております。で、これはなぜ重要かというと、やはり日本の命運を左右する、日本の国民の生活を左右する、未来の世代の日本というものを変えてしまう、そういう極めて重大な問題だと思います。これ以外に、まあ、三大問題に加えて沖縄の基地の問題、それからもう一つは格差、まあ、消費税という問題もこの格差という問題に含めておりますけれども、原発憲法 TPP、 そして基地格差、まあ、これ五大問題というふうに考えているわけですが、この5つの問題が今安倍政権の下で国民の多数意見と離れてですね、強引に推し進められようとしていると、こういう危機だというふうに思います。お手元の資料1ページ目に、まあ、そのうち3つ書いておりますが、まあ、内容についてはここで時間もありませんのでお話は省かせていただきます。集団的自衛権、これは私のブログメルマガでくどくどと説明を書いておりますけれども、59年のこの砂川事件判決、伊達判決があり、そして最高裁の判決がありますけれども、この中では、まあ、最高裁判決、これが問題だということがありますが、実は自衛のための措置を禁止してはいないと、まあ、自衛権を規定しただけで、集団的自衛権をここで認めたわけではありません。1972年に政府見解が出て、まあ、この砂川判決を踏まえて、それから国連憲章にある集団的特別的自衛権の規定も踏まえて、日本は集団的自衛権を持っているけれども、憲法の制約があるために集団的自衛権の行使は許されない。これが1972年に示された政府見解、その40年以来維持してきたものを安倍政権は今壊そうとしている。
安倍さんはもともと憲法を変えるという提案をしているわけですが、憲法改正のハードルが高いので、憲法を変えずに中身を変えてしまう。これこそまさに憲法破壊行為そのものだと思います。で、まあ、この憲法の問題、そして原発を再稼働させる。政府は安全性が確認された原発を再稼働させるって言っておりますので、嘘です。なぜかというと、原子力規制委員会の田中俊一委員長、原発が安全とは言わないと言っています。規制委員会がやっているのは規制基準を定めて、その規制基準に適合するかどうかの審査をしているわけなんです。で、その規制基準は世界で一番厳しい基準だとしておりますけれども、これをクリアしたからといって安全とは言わないと言っています。それを政府は言い換えて、世界で一番厳しい規制基準をクリアすれば、安全性が確認されたと言って、まあ、再稼働しようとし、それ3つ目に TPP ですね。 TPP の問題も細かく複雑な問題でありますが、まあ、やはり一番の問題は日本の国家主権が損なわれると、 ISD 条項、これが、入っているために日本の国の意思によって物事を決められない状況が生まれる、これが進められているわけです。で、下のページにちょっと表を見ていただきたいんですが、何が問題かというとですね、今の安倍政権与党、例えば衆議院、これは衆議院の選挙結果ですが、占有率とありますが、一番上に与党計 68.4、衆議院の7割の議席を占有してしまっている。いくら安倍政権がおかしいと言ってもですね、国会の多数議席を持ってますから、やはりこの憲法の規定に従っていろんなものを決める権限が存在してしまっている。まあ、選挙そのものが不正じゃないかという疑いはあるんですけれども、それはまあ立証しない限りは、それを正当性のポイントとして使えないわけですね。でところが一番右側の数字を見ていただくと、比例代表の選挙で主権者全体の中で安倍政権与党に入れている人は 24.7% なんです。つまり4分の1の国民しか安倍政権与党には投票していない。野党が 28.0 ですけど、野党の方が、まあ、票の数で言えば多いんですけれども、選挙区とありますね。選挙区というところ231対64、選挙区で自公が圧勝しているために多数議席になっている。まあ、この現状を踏まえて、まあ、今日はじゃあ具体的に私たちは何をしたらいいかということがあの焦点だというふうに考えています。で、次のページ、まず憲法の問題、これは細かい説明省きます。まあ、自民党が憲法改正提案してますけれども、これでは自衛権の発動を妨げるものでない、まあ、こういう改定をして、自衛権の中に集団的自衛権が含まれるので、この集団的自衛権を容認しようと、まあ、もともとは自民党は憲法を変えて集団的自衛権の行使容認、こういう段取りでありましたが、憲法を変えるのは難しいので憲法を変えずに突き進んでしまう、まあ、これが今進んでいるわけです。で、下に書いておりますのは1972年10月の政府見解、一番左のところを読んでいただくと、憲法の制限があるための集団的自衛権の行使は許されないということが明記されております。で、次のページですけれども、まあ、原発、まあ、これもいろんな問題がありますが、まあ、端的に一つだけ数字を申し上げたいと思いますが、それは上の段の中ほどにある4022ガルという数字です。2008年に起きた地震で4022ガルという揺れが観測された。福井地方裁判所の樋口秀明裁判長が大井原発の運転差し止めとか高浜原発の仮処分決定しましたが、一番のポイントはつい最近4022ガルの地震が起きているのに、この基準さえ満たしていない原発を動かすのは危ない、当たり前の話になります。下にありますけれども、新潟県にある柏崎刈羽原発、これだけは基準高いんです。なぜかというと、これ中越地震で本当にこの揺れが起きてしまったので高くした、それ以外は全部1000を超えない、これで動かすのはまさに火山の活動も活発化している中で自殺行為だと思います。で、次のページですけれども、まあ、結局ですね、日本はどういう状況になっているかというと、まあ、米韓両政連と5つの言葉で表してますが、日本をアメリカが支配し続けている。そして日本の政治家、企業、そして官僚機構、アメリカに
明示していれば身の安泰アメリカに歯向かうと冤罪に巻き込まれたりどこかで殺されたりとかですね、いろんなことが起きます。皆様もぜひお帰りはお気をつけなくて帰っていただきたいと思いますけれども、そのために官僚も大資本もそしてメディアもアメリカの言いなりになっている。でこのままいけばいつまでたっても日本は植民地のまま。4月29日安倍さんがアメリカに行ってスピーチをしました。結局何を言ったかというと、集団的自衛権の法律を夏までに整備することと TPP を成し遂げよう、日本の国会でこれから審議する話をアメリカに行ってですね、夏まで成立するという話を約束してくるというのはもう日本の植民地、日本の総督という立場でしかありえない話だったと思います。下のページなんですけれども、私たちは、この今の政治状況を変えていかなきゃいけない。変えるためには最終的にはですね、国会の議員の構成を変えなきゃいけないです。でそのための市民の連帯の運動を始める必要があると私はそう考えております。で下にグラフがあるんですが、平和と戦争と対極する考え方、もう一つの軸は弱肉強食と共生。今の安倍政権は戦争と弱肉強食、この方針にまっしぐらです。これがいいという人もいます。それはその本人の自由ですからいいんですけれども、日本の主権者の多数がその方向だったらその方向に進めばいいですけれども、日本の主権者の多数がそれでは良くないと考えるのであれば、それを変える必要がある。それがこの平和と共生と、小川茂明さんが実は似たというか、そちらの先なんですけれども、改革はするけれども戦争はしない、この横軸しちゃうんです、平和と戦争。ただ改革するかしないかというのは中身が非常に曖昧で、その改革の中に TPP が入るなら私は反対なんです。ですから中身を明確にするために、弱肉強食と共生、これで軸を分けてここに結集しようとこう考えております。で次のページですけれども、具体的にこの運動3つの原則を立てています。まず1つは政策主導、やはり政策が明確でなければ政権を取ってもごたごたするだけで、先ほど真田君が言われましたように、野田政権はどうだったのかと、今の民主も維新も集団的自衛権の話も賛成なのか反対なのか分かりません。 TPP も賛成なのか反対か分かりません。これでは国民が政治を委ねるわけにいかないんです。ですから政策を明確にすること。で2番目はそれと関連しますけれども、党派にこだわらない、明確な公約を掲げた人を市民が支援する。で1番目のこの政策、これは後でもう1回出てきますけれども、具体的に言えば、5つですね。先ほど言いましたけれども、集団的自衛権の行使を認めない、 TPP が参加しない、原発を再稼働させない、これを明確にする。それ以外に2つ合わせれば、沖縄の辺野古に基地を作らせない、さらに格差を是正するということです。で2番目に政党超党派と書いておりますが、政党に委ねればどうしても政党移動が出てしまう。結局なぜ政治が変わらないかというと、自公が選挙区でたった一人の候補者に絞っているのに、自公に対決する勢力が選挙区でたくさん候補者を立てればやれないからもう負けるの分かっているわけですね。ですから1選挙区1候補者に絞っていくと。でそれ何を基準に絞るかというと政策です。原発憲法 TPP、 これに明確に反対する人を市民が支える。でそしてそれを一番下に書いておりますけれども、政党に委ねていてもなかなか進まないので、主権者が主導すると、主権者主導でやると。で 25% 運動と書いておりますけれども、有権者の 25% が結集すると政権を取れると。これが今の自公政権です。ところがこの今の自公政権の政策に反対であってもバラバラに投票すれば議席が全く取れないと、こういう事態が発生するわけです。で次のページでありますけれども、そういう意味でこのオールジャパン平和と共生という運動を立ち上げようと思い、今日サイトを公開しましたので、ぜひ
これをご覧いただいて、賛同していただきたいというふうに思います。で、一番のポイントは戦争と弱肉強食に対し平和と共生、この方向の政策ですね。で、5つの基本政策とありますけれども、集団的自衛権を行使しない、原発を再稼働させない、 TPP に参加しない、火の国基地を作らせない、格差を是正する、この政策を共有できる人が連帯する。で、最終的には選挙で議席を取っていかなければなりませんので、1選挙区に1候補者というような支援の体制を作っていくことができるかどうか、これをインターネット上で広げていくこと、いろんな市民運動がありますけれども、それが連携して連帯の運動を作っていくと。私はこの会の運営をその運動に当てたいとずっと考えてきたわけですけれども、なかなか話もまとまりませんので、とりあえずこのインターネット上の活動でそれをまず発足させたいと、こういうふうに考えております。25% の力を結集すれば政治権力を取ることができると、さまざまな妨害活動とか出てくると思いますけれども、それを乗り越えていただかなければいけないと考えております。どうぞご協力をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ここでですね、最初この皆さんのお話をくださるときにちょっと出た、公明党はどうなってんだっていう話が、なんかまだ疑問のまま残ってるんですけども、二見さんいらっしゃいますよね。お帰りになられました。え？帰られました。帰った？はい。あら、残念。それは困ったわね。誰かそのことについて、公明党の、じゃあね、総括会の方いらっしゃいます？いないわね。いや、実はね、さっき、質問なさっている、森田さんの質問なさった方と同じことを私、テレビを見ておりまして、じゃあ、衆議院選だっけ、この間あったの。あれの前の BS11 っていうんで、森田さんがお出になって、どこに入れたらいいかみんな迷ってるっていう時に、平和の党、憲法を守るということで、やはり公明党に入れるべきだと思うっていうんで、ああそうか、私公明党そんなに馴染みじゃないけど、そういうことなんだなと思ってるうちに、どこも公明党が申し立て、公明党は疑念とかって言って、安保法制の最初の頃、どこの新聞も公明党の疑問を投げかけてるっていうふうに言ってましたよね。それまでいつの間にか変質して、3人の、憲法学者が出た時に、北川さんっていう方が猛烈に反発なさってましたよね、長谷部さんっていう方に。あれどこで変わっちゃったんだろうなって。で、地方選だと東京は、私の住んでいるところでなんか見ると明らかに公明党の票が減ってるんです。国選はよく、国政選挙は分かりません。それでね、やっぱりね、どこを選んだらいいかっていうの、大同小異、まあ小異を捨ててね、大同一といろんなこと言ってるけど、結局どこか入れようかっていうのは現実のすごい悩みなんですよね、みんな。本当にもうどこ入れたらいいか、知事選の時なんか、私なんか朝から晩まで誰に入れたらいい、誰に入れたらいいって言われてね。で、ごめんなさい、余計なこと言ってて、細川さんと小泉さんがいて、共産党は嫌だと、松尾も嫌だっていう人もいたんですけど、私の、息子ももう劣化の男を怒って、左翼は左翼らしく、宇都宮に出るべきだ、共産党を支持しろって、右翼なんですけどね、うちのは。だからそういうんです。で、そうだなと思ったんですけど、そういうことを割と率直にこう話せたらいいなと思って、なかなか難しいと思ってたもんですから、二見さんに来ていただいて、公明党頼りになるのかなって話を、連合ですからね、していただきたかったです。残念でございますね。もうここはね、8時に出ないとダメです。で、それまでに、ご質問やら何やら、いろいろあると思うんで、伊藤さん、どうにしましょうか。そろそろ今この会についてのお話をなさいます？今日のまとめとか。まだ早い。もう少しご質問を受けましょうか。はいはい、どうぞ。マイクを差し上げますから、ちょっとお待ちください。マイク、あちらで。あ、女性。一番向こうまで走ってください。恐れ入ります。
全般のことでも議論をね、皆さん同士で議論することも必要だと思うので、いろいろおっしゃってください。ありがとうございます。はい、フロリダに住んでいる長野節子と申します。フロリダ、アメリカです。フロリダ、はい、たまたま日本に来ていて、この会に来れて本当に光栄に思ってます。インターネットを通して、私はもうレクサ先生と孫崎先生は私の師団です。それでお二人のいろんな人を私はたくさんメールで友達友人何かでしたくもなるべく回すようにして、お隣にいる橋本玲子さんも賛同してくれました。小沢さんのこと私はもう大好きで尊敬してるんですが、彼女をはじめ先導されていて日本のジャーナリズムにそれはないって言われたんですが、今では小沢先生の賛同者になってくれてます。それと2人にお伺いしたい質問があるんですが、姉もアメリカにいて3人でよく姉妹3人でよく話すことは、これだけアメリカの日本が言いなりになるのには敗戦の時に何か日約があるんじゃないか、そこがはっきりしない限り日本はこの対米をやめられないんじゃないかとよく3人で話すんですね。そういうことはないのでしょうか。そこを2人にお伺いしたいとずっと何年間と思ってました。よろしくお願いします。まず私から説明させていただきます。基本的に日本の政治体制は占領的な雰囲気が現在も続いています。だけど日本の政治家を見ると、まあ、私の方、専務の正体じゃないんですけど、独自路線をやっていた人もいるし、私がいた外務省もかなり独自の政策をしようとしていたんですね。例えばイランの政策であるとか、アセアンに対する政策であるとか、ところが非常に大きく変わったのは、私は1990年ぐらいの、ソ連が崩壊した後なんですよね。で、この辺から安全保障を中心にしてね、安全保障、それから日本の経済関係を、これを変えるために猛烈な圧力をかけてきました。だから今まで独自にものを考えれるような人がいたし、その存在がマスコミであったって政治家であったって官僚なんかもいたんですけれども、冷戦の後非常に無理なアメリカがその後、軍事力でもって世界各地に出ていこうという、おかしい政策をやりにかかった。この辺から大変な罰信、このなんて発信、独自の人たちを外していく動きが非常に活発になってきたと思います。それが、まあ、小泉政権の時にますますピークになっていった。それが今日まで、まあ、続いてきているということですから。もちろん敗戦があるんですけど、私は節目、一つの節目は1990年以降、そして小泉政権で、小泉政権の後、まあ、今日の安倍政権と、まあ、このような流れで見ていった方がいいと思います。あ、いいですか。あ、なんか、一言だけお話しさせていただきますが、私は2010年に日本の独立という本を書きました。で、まあ、孫崎先生の、戦後史の正体などたくさんの著書で大変学ばさせていただいてますし、昨年は小説外務省という小説も書きになって、その中には非常に重要な事実が指摘されているんですけれども、ただ最近の白井聡さん、内田達さんとの対談を最近出されてますが、非常に参考になります。細かいことを話す時間はありませんが、2つだけ申し上げますと、1つは、まあ、戦後、敗戦直後、米国の占領政策は、まあ、GHQ の GS という民生局中心の占領政策が行われていたんですが、1947年にいわゆるトルマンドクトリンが発表されて、アメリカの外交政策はソ連封じ込めに変わります。これと連動する形で対日占領政策は民主化から、まあ、非民主化と私は呼んでるんですけれども、日本を反共の防波堤にすると、まあ、そこからレッドバージが強化されていった、まあ、こういう経緯があって、結局この1947年を境に日本はアメリカの支配下に置くと、
政治的にも思想的にも支配下に置くという動きがずっと現在に続いております。それが一つの理解です。でその中には先ほど枕崎先生も言われましたように畑山一郎とかあるいは石橋丹山とかですね、重光守とかあるいは田中角栄とか畑山永久というそれに抵抗しようとする政治家が現れますけれども、やはりことごとく潰されてきた、まあ、こういうことが言えるんじゃないかと思います。もう一点だけ申し上げますと、やはり敗戦の時に日本の戦後の在り方、これは平井さんのメインテーマで連続敗戦論ということになりますけれども、やはり戦前戦争についての責任の処理が曖昧にあったと。その部分がやはり今もずっと引いている。詳しくは白井さんの方にぜひお読みいただきたいと思いますけれども、そう感じております。ありがとうございました。それでもう一方ちょっと その前に一言をちょっとお答えをしておきます。資料が足りなくなってるんですね、今日お配りした資料が先ほどのような事情で。ですから資料を送れっていう方は後ほど受付に申し出てください。でそれやってると思いますけどよろしくお願いします。それじゃあですね、今の解説としての解説をどうぞ。2番目の方上田先生にお尋ねします。埼玉県から来て林さんと申しますが、最近いろいろ今言ったいろんな問題で政治的なその問題が多く出てるんですけど、一つ気になる点が経済の問題なんです。で、最近はこの集団的安全問題でもって経済の話が非常にまずメディアにも出てこないしあるんですけど、私、個人的にいろいろ調べてるんですけど、ちょっと気になるんですけど、ね、先日日銀の黒田総裁が、これからは円安がこれ以上極端に安くなるようなことはないだろうというような発言があって、物議を醸し出しておるんですけども、考えると問題なのは、金融緩和をこれだけやった後、金融緩和というのは金融緩和を終わらせて初めて政策が終わるわけですね。ところが全然今のところこれだけ出てきたものに対して何だその電池に関する影も形もない。これは将来どうなんだろう。これは非常に大きな日本にとってみれば大きな経済の分岐点になるわけですけども、その点について上田さん先生のお考えをちょっとお尋ねしたいと思います。はい、とてもこの場でお答えできるような問題ではないと思いますけれども、まず黒田さんの為替発言について一言だけ触れさせていただきますと、4月30日に金融政策決定会合があって日銀が追加金融緩和をするかどうか一応焦点になってましたがやりませんでした。で今回は僕の発言なんですが、その裏側には実は TPP 交渉の進行というのがあって、アメリカでいわゆる TPA 法案を今下院で審議して、下院を通過すれば TPP が一気に動き出すという動きなんですけれども、アメリカの議会が一番いろんな問題を挙げてますけれども、為替条項、通貨、自国通貨を切り下げる措置を禁止するということを盛り込めて、これが入ると TPP はまとまらないということなんですけれども、一番今の現状では念頭にあるのは日本が円安誘導をやってるんじゃないかと、こういうことが、実は焦点になっておりますので、それで4月30日安倍さんが言っている時ですから緩和をしなかった、今回の6月の10日の発言は、円高に誘導するかのような発言なんですけど、これは円安誘導をしていないということをアピールするための実は行動だったんです。裏側にはアメリカの TPA 法をまとめるためにそう動いたんじゃないけど、それも含めて実は日本の安倍政権と日銀一体になってアメリカが推進する TPP に協力する姿勢を取っているんじゃないか、こういう疑いがあるというふうに私は見ております。ただ金融緩和の出口の話は今日の話題ちょっと離れますので、省かせていただきますけれども、いずれにしても、アメリカは段階的に金融緩和
金融、量的金融緩和を縮小し、そこから出口戦略に今移行し始めてますが、根っこにまだいろんな金融の問題が残存しているので、迂闊に進めない、それを他国にも強調させてやっているところですから、まあ、その結果、日銀も FRB も巨大な、いわゆるバランスシートの巨大なというもので生じていますけれども、この最終的な出口、脱出というのは極めて困難をする、まあ、その点だけちょっと申し上げさせていただきます。まだ他にいらっしゃいますか？もうたくさんいる。もっとない。大変だ。この白いワイシャツの方、先ほどから手を挙げてらっしゃるので。私、森田先生のお話を聞いてですね、懐かしく感じたんですが、実は品川闘争の時の一員でございましてですね、しみじみとこの長い年月の戦いを振り返って、まあ、感動したんですが、まあ、そのことはともかくしてですね、先ほど植草先生の方からご提案がございました、このオールジャパンですね、中にございますが、一つはですね、お尋ねしたいのはですね、TPP のですね、内容が今までのところ、この具体的にですね、どうしてこの国民有権者の方にですね、不利になるか、この中身がですね、現在までのメディアの情報によりますと、自動車がダメなのか、食料がダメなのかですね、医薬品がダメなのか、こういうような具体的なですね、情報がどうも不利しているんですね、賛成なのか反対なのかですね、有権者は判断できないような現状にあるような気がします。そこでご意見をですね、ご考説を頂戴したい。それからもう一つはですね、選挙制度、はい、たくさんいらっしゃるんで、これここね、あと20分で終わらなきゃいけないんです。そうですよ、はい、ですから短く質問だけしていただけますか。一つだけ、はい、今のご提言の中にですね、来年の参議院にこの関係ございますが、この現在ですね、衆議院の小選挙区制の現状はこのままでいいのですね。それからこの2009年の民主党が大勝した時のマニフェストですね、比例区は80減その減にするというような提案をしております。現在もそういうような考えで変わらないのかどうかですね。それに対して有権者の反応もですね、随分変わっています。今の誰に質問を、植草先生、それから辻先生に質問を確認したい。どうしますか、辻さん。いや、もちろん私は小選挙制に反対だし、選挙制度をいずれは変えるべきだというふうに思っておりますけど、現状ではやっぱり各党の利害がやっぱりそのいろいろ煮詰まっていなくて、やっぱり来年の参議院選挙の前に違憲判断を回避できるギリギリの妥協が成り立つかどうかというのはせいぜいのところなんじゃないかなというふうに思っています。すみません、ちょっとここで資料を提供してくださった山崎幸太郎さんが見えてますので、ちょっと一言お願いできますか。時間があまりなくて失礼なんですけれど、せっかく来ていただいているので、この、憲法についての、桜井よし子さんに対する憲法全然分かってないっていう、これ大変面白いご意見だと思うので、お願いします。僕は今日話いろいろ聞きまして、僕が強調したいのは、一つ抜けてるって言っちゃ失礼なんですけども、いろいろな話の中で、いわゆる、左翼市民運動っていうのは、その何て言うんですか、今安倍政権とそれを背後で支えている保守言論人とかって人たちがいっぱいたくさんいるんですけれども、その人たちの動きっていうものをあまり注目してないようなので、僕はそこに注目しないといけないと。例えば桜井よし子とかいますよね。桜井よし子テレビに出ていろいろガンガン話すると、
まあ、いつの間にか日本国民が洗脳されていくと、僕は彼女がすごい論理的にいい話をしているからではなくて、なんていうの、話術のおかしさ、それから見てくれのなんかの影響というか、そういうものがあると思うんですよ。だからそこのところを僕はだから今日資料で、配っていただいたんですけれども、桜井よし子とか、その八木秀次とかいますね、それから百田直樹とかいますね、こういう人たちが結構マスコミの中で、大衆運動としてのこの改憲路線を、説得的に展開しているわけですよ。この影響力というのは若い人たちにはかなり影響力を持ってて、僕さっき今大学でちょっと話してきたんですけど、学生たちがそれをやっぱりネットを見たんですね。それで僕はその集団的自衛権というのは一体何かというと、集団的自衛権というのは今安倍政権がやろうとしている行使容認というのは、若い人たち、20歳ぐらいの若い青年たちがシリアとかイラクとかそういうところに行ってですね、現場で火事を打ち合いするかもしれないんですよと。で、若い人とかそういう人たちは戦争に取られるかもしれないんです。まあ自衛隊だけでしょうけども、そういう人たちがいつか死ぬかもしれない、その延長上に徴兵制があるかもしれない、そういうことは全く彼らは頭に入れてないんです。ではそれは都合のいいことだけを彼らの情報発信力が強いので、そういうことだけは理解してるから、日本はもう今危機的状況にあるから、その集団的自衛権を、の行使容認に進まないといけないと。その一番の、大きな目標というのは何かというと、中国脅威論ですよね。中国が迫っているから我々は日本を守るために何とかしなくちゃいけないと。だからそういう議論というのは、要するに、なんでこういう保守系言論人というのが盛んにやってるんですよ。今日SNS の、それからパソコンの力とかそういうことを強調されましたように、僕もそこは大事だと思ってるんですけども、この、なんていうか、その、ネットの情報発信力っていうのは、明らかに、左翼、市民運動系は、安倍政権よりの、その、右翼保守派の、ネット運用勢力に負けてると思います。だから僕は、本当にやる気があるんだったら、やっぱり組織的に何かやらないといけない。多分、安倍政権は、小泉政権の時からそうですけど、ネット運動というのをかなり、何でしょう、だから和歌山選手の何でしたっけ、セコーというのが、僕はあれが最初出てきた頃に、あ、チームセコーということを盛んに言ったんですけど、セコー、広高だっけ、正高、彼らが意識的にプロとしてやってると。で、今はこの前僕はテレビでちょっと見ましたけど、何でしたっけ、なんとかって、もう一人の話しますね。安倍さんの応援団とかいうやつ、彼もマスコミの影響力ということをすごい盛んに沖縄問題でしたけど言うんです。だから僕は、SNS とかそのネットのことは確かに大事ですけども、大事とい うのであれば、もっと積極的に組織だってやらなければ対抗できない。だからこの保守系言論人を叩き潰さないとダメだと思って僕は週刊金曜日に書いたんですけど、それを書いた途端に産経新聞の正論で、今発売中の正論で、なんか僕、結構ボロクソに批判されたみたいなんでまあいいんですけど、僕も実は本当は元来は保守言論人なんですけども、いつの間にか僕は60過ぎてから左翼に転向してるんですそれで今日はここに参加させていただきました申し訳ないです。テレビとかね、ああいう世界にちょっとだけ足を突っ込んだ私はね、思うんですけど、好きなんですね、テレビに出て。あなた、テレビで見ましたとかって言われるのが、みんな人は好きなんですよ。私は嫌ですけどね、シワがどんどん増えていくとこ見られるのも嫌だし。だけどね、本当に男の人ほどね、ああいうの嬉しがるの。知りませんね。もう名前挙げたらね、数限りないですよ。で、そういう人たちはね、だから言論なんて考えてないですよ。その時何を言えば喜ばれるかって言ったら、ポンポン言っちゃいますよ。声がまたかかるんだ。テレビに出てるって言われてることが嬉しいっていう気持ちはね、出た人じゃなきゃ分かんないんだと思います。それじゃあですね、鈴木さん、はい、民主党副幹事長、はい、今は、まあ大変な役割ですね。一
言おっしゃってください。財務金融委員会理事、衆議院議員。こんばんは。時間もないようですので、3分でご挨拶をやらせていただきます。先ほど黒田発言でですね、円安云々の話は、実は一昨日の財務金融委員会、私が今理事をやっておる、あそこで、前原さんの質問に対して黒田さんが一言言ったらあれだけ動くということですから、まあ、本当に世の中ですね、非常に難しいなというふうに感じております。さて、国会が、まあ、24日までということでありますが、おそらく、まあ、延長になると思います。延長が7月末までなのか、8月10日までなのか、9月に入るのか、そして、その先にですね、解散総選挙があるかどうか、もう本当に、もう何が起きてもおかしくないような状況であります。安全保障と、それからいわゆる、まあ、労働法の改正ということでありますけれども、安全保障についてはもうこれは私が言うまでもありませんけれども、地球規模で、戦争ができるようになるということであります。日本の専守防衛がもう変わっていくということですから、もうこれは本当に大変なことになるというふうに思っています。それから労働法制は、一言言えば格差がどんどん広がると、まあ、いうことでありまして、障害格差、そして教育格差、また所得格差、地域格差、世代間格差、もう本当にこれはもうどんどん格差が広がっていくと、まあ、いうことだというふうに思います。もう一つ問題なのはやっぱり年金機構のですね、情報漏れ、125万人というふうに言われてますけども、まあ、上部先生にお伺いしなきゃならんですが、これはそんな数ではないというふうに思います。もう大変な状況であります。まあ、私たちはですね、そういうことで、この安全保障の問題と、労働法制の問題と、情報漏れの問題、まあ、そういった本当に課題がたくさんありますので、ここは今、民主党という紹介いただきましたけど、野党がですね、一致協力しなきゃ、もう絶対だめなんですね。これ野党がバラバラにあったらですね、もうこれ、なんとは一強多弱の状況でですね、何回総選挙やっても、結果一致だと思ってます。まあ、その中で、魅力ですけれども、なんとか野党結集をですね、して、政権交代を目指してですね、頑張っていきたいというふうに思っています。まあ、今日、お二方の先生方のまたご指導いただきながらですね、また何としても一つ辻さんにね復帰をしてもらうという、これがやっぱり私は非常に重要な問題だというふうに思ってます。まあ、以上、時間がありませんので、これぐらいで、皆さんに対して心から感謝を申し上げて、辻さんを激励してご挨拶といたします。終わります。ありがとうございました。鈴木さんは愛知県蒲郡市の市長さんを任期お務めになった方で、その前は県会議員をやっていらして、民主党の中ではごく保守的な方だそうです。今のお話を聞くと相当戦闘的で、生活の党の幹事長もおやりだそうですから、まあ元気があるの嬉しいことでございます。それじゃあもう一つ、カンパの金額をいきなり後ろの方で箱を回しては失礼をいたしましたが、合計131,786円いただきました。誠にどうもありがとうございました。それじゃあですね、ここで先ほどからごちゃごちゃやっております伊藤弁護士に今日のまとめ、まとめできます？はい。申し訳ありません。一言もう一回申し上げますと、もう終わりって言ったとき、ここに残っちゃうと、責任者が問われますので、8人はここにいない、1人もいないようにしてくださいね。それまで伊藤さん、出る人数を感じるように入れてどうぞ。皆さんどうもこんばんは。こんばんは。私、前回の時にはお話ししましたけれども、4年前に小田一郎議員に対する弾圧が始まった時に、小田一郎議員を支援する会を始めました。で、前回もお話ししましたけれども、まあ、あの時に我々が危惧していた事態というのが、まさに現在到来しているというふうに感じております。で、あの時我々はもうこの小田問題をきちんとやらないとこういう状況になりますよということを相当、まあ、悲観を持って訴えたつもりでおりましたけれども、
それに対する、まあ、民主党の対応というのはご覧の状況でした。それで、安保法制の今の状況はもう皆さん新聞やテレビでご承知だと思いますけれども、最近3人の著名な憲法学者が憲法違反ということを明言したことから多少、流れは変わってきているというふうには感じますけれども、先ほどの、どなたか、直崎先生か、忘れましたけれどもね、すいません、森田先生がおっしゃってましたね、6月中には強引に強行採決をするんではないかというような危惧も抱かれておりますので、いずれにしろ我々としては非常に危機感を持って現在対応しないといけない状況にあることは間違いないだろうというふうに思います。それで私は実は安倍政権がなぜここへ来てですね、これほど集団的自衛権の問題も含めて前のめりになっているかということをいろいろ考えたんですけれども、一つはもちろんアメリカによる要請、アメリカの事情によってこの自衛隊なり日本の軍事力を提供しないといけないという状況はあるのかもしれませんけれども、それに合わせて現在野党が非常に弱体な状況で、しかも国民も白井聡先生に言わせると日本人は間抜けだというふうにまで断言されてますけれども、そういう状況の中でもうこれが今憲法改正の最大のチャンスであると、改悪ですねということを安倍政権は当然考えていると思います。それともう一つはですね、私はやはりその2009年の民主党政権が、最終的に関東野田の裏切りによって、崩壊してですね、で未だにその残党が民主党の中でうごめいていると、こういうその民主党のそのいわば転換というものはですね、これは私から見れば本当にもうその次第に値するというんでしょうかね、万死に値するような連中だと思います。でこれをまず始末しないと、今民主党を始めとして野党のその統一というのはなかなか難しいんだろうと思うんですね。で先ほど来いろんな先生方からのお話ありますけれども、例えばその安保法制反対、原発再稼働反対、 TPP 反対、あるいは普天間基地反対から消費税の再増税反対とか、いろいろなその拡散問題もありますし、とにかく今の安倍政権の政策というのは全て悪性です。だからこのどれを取ってですね、この安倍政権打倒に結びつけるかということはもう全てがもう打倒の対象だと思うんですね。でそのためには、やはり大勝利を尽くして大道に着くという話も出ました。でとにかくこういう安倍政権の政策に一つでも反対する方々はもうとにかく幅広く結集をして、でその政党はもちろんのこと、大衆の中においてもですね、そういう運動を一本化して大きな力にしていくと。で先ほど上田先生の方からいろいろなその提案もございました、孫崎先生からも提案もございましたけれども、とにかく我々がいろんなアイデアを持ち寄ってですね、今まで十分議論はしてます。ドイツの昔その有名な思想家で、哲学者で革命家といえば皆さんご承知だと思いますけれども、この人の有名な言葉があります。哲学者は今まで世界をただ解釈してきただけであると、今大事なことは世界を変革することであるという言葉があります。まさに我々は今この状況の中でですね、もちろん議論することも大事だと思いますけれども、まず一歩を踏み出して、先ほど来言われているような安倍政権だと日本の民主主義を守る、憲法を守る、この運動のためにですね、まず皆さんが立ち上がって、そして全国津々浦々に我々の運動の影響を及ぼして、その力を一つに集めていくと、そのことが最終的には国会議員を奮い立たせ、あるいは野党を統一させ、
最終的に選挙で勝つ力になるんではないだろうかというふうに私は考えております。でそういうことで、まあ、先ほどからネット運動とか、まあ、いろんな提案案が出されておりますけれども、まあ、そういう一つのことに限らないで、どうやれば我々が現在の目標を達成するための力を作り上げることができるのか、そのことをですね、この会に集まった皆さん一緒にですね、考えようではありませんか。で、まあ、そういうことでですね、これからもこのような会は継続して、続けていくつもりでおります。継続して続けるというのはちょっとこれは言葉が二重になりましたけど、続けていくつもりでおります。でそれと同時にですね、これから我々としても例えば沖縄行って辺野古基地建設反対に加わるとか、あるいは福島行って原発再稼働を阻止するとか、そういうそれぞれいろんな運動に参加することによって、次回のこの会においてはお互いがそれぞれの経験を持ち寄って、さらにまた質の高い運動をですね、発展させていきたいというふうに考えております。今日は予想よりですね、相当多い皆さんがお集まりいただいて、フロリダからも奈良からも、あるいは、まあ、他にもケンタウルスあたりから来られてる方もいるかもしれませんけども、本当に幅広い方が宇宙から集まっていただいております。寒波も先ほど発表した通り、大変な金額を頂戴しております。世話人一同として大変感謝申し上げます。そういうことでですね、今日はもう時間ありませんけれども、また次の第3回目のこの勉強会を行いますけれども、今日残念ながら国会議員の方が非常に少ないです。でそのことはですね、やはり我々国民の力がまだ弱いということだと思うんですね。本当に国会議員は我々の力が強くなれば黙っていても出てくるんですね。で出てこないということは、まだ我々の力がそれほど強くないということを彼らはちゃんと見てるわけですね。だからそういう意味でですね、我々が国会議員を動かす、学者を動かす、文化人を動かす、そういう力になりましょう。今日はどうもありがとうございました。伊藤弁護士ですか。でした。あ、5分でいいなんて言ったってちゃんと10分話してますからね。いつも司会はそれで苦労する。それでですね、今日は本当にありがとうございました。まだご質問とか議論とかいろいろ皆さん持ってるものが終わりだったと思いますけれど、時間が何経ってもうるさいところですから、篠原議員にご迷惑をかけないようにと思っております。それから今伊藤さんからもお話がありましたように、辻さんのお話によりますと、次第3回目もこの場所で10月に予定しているんだそうです。それまでに私たちに何ができるか、できればこういうことをやって、ネットでこういうことを発言したらこうなったとか、実践的な何かを持ち寄る会に10月はできればしたいと思いますけど、いかがでしょうか。ほんの一つでもいいんですか。ネットでこういうことを発信してみたらこういう返事があったって、そういうことでもそれだけでもいいですから、ただこうお話を聞くだけじゃなくて、質問するだけじゃなくて、あるいは議論するだけじゃなくて、ちっちゃいのを寄せ集めてみませんか。そんなことで10月にまたお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。どうぞお忘れ物はないように、写真はこうバラバラにするようにお願いいたします。ありがとうございました。気をつけてお帰りくださいませ。